すやー。体からちくわが生えてくる。は。マイクラ、やりてぇ。という夢見てマイクラしたくなったのよ。いや、どういうわけ？マイクラ要素一切感じられなかったんだけど。脳内ちくわしかねえよ。いやいや、マイクラ要素あるって。どこに？ここに。いや、どこにもないぜ。これだよ。どう見たってマイクラのスキンの形でしょ。フランチ、地球救急車を呼んでくれ。精神に異常ありだ。ラジャー。うわ、あんたいつの間に。さっきからずっと天井に張り付いてたよ。んなわけねえだろ。ここです。本当にいたー。フランはドッキリするためにおとといから張り付いてたぜ。いや、気持ち悪。ドッキリ、大成功。いや、つかも張り付いてたから金した体調悪そう。どちらかといえばフランに救急車必要なのでは？あ、これもドッキリね。お前を殺す。席を取り直してマイクラやってくよ。結局マイクラやりたい理由がいまいちわからんが気にしないでおくよ。ワールド名はちくわ。さっきからちくわにこだわりすぎだろ。いや、そうでもないよ。どの口が言ってるのやら。じゃマイクラの最初といえばチコリだよね。なんか新鮮だね。あんた言ってたんか。勝手に死んだことにするな。5本。やっぱり最初は自己紹介とこの動画の説明も必要だよね。ということで、せーの、26秒クッキング。今回は動画説明編ということで、待て、なんだよ26秒って、キリが悪いし短すぎんだろ。てかクッキングって何？クッキングじゃないの？なんか俺がってるみたいじゃん。まあまあそんな細かいことは置いといてだな。いや細かくねえよ。大問題だわ。ツッコミどころ多いの持ってくんなよ。素晴らしい3連続ツッコミ。これはマリサ選手に50カソ入ります。何カソって、カソって画家だろ。このゲームの単位だよ。これでマリサは合計70とカソだね。うますぎるのやめろ。てかさっきと単位違うし26から来たんだよ。以上で26秒クッキング終わります。また次回もお楽しみに。クッキング要素なんにもねえじゃん。席を取り直してマイクラやっていこか。やっと始まんだな。今壊したのは何？今のは PVC モッドの支援物資だね。GVC って確かゲリラモッドで有名だよな。中には何が入ってるの？右から統合情報端末、双眼鏡、応急キット、グレネード、アサルトライフル、ハンドガン、あとは弾薬だね。割と最初の段階で装備が整うんだな。これならゲリラとたくさん戦えるね。じゃついでに入ってるモッド紹介しちゃいますか。またなんか始まった。FPS のゲームが時代、Apex、COD、いや今の時代はマインクラフト、GVC リバージョンズ。村人が進化して帰ってきた、だが花の大きさは健在だ、デストピア。異世界転生がしたい、だったらこのモッド一つで解決、昔ながらの異世界、ザトワイライトフォレスト。一括破壊系モッド代表、これがあれば人生変わる、だが間違えれば A 崩壊、カットオール、マインオール、キルオール。あとは編集めんどくさいからいかなく。以上です。霊夢選手ありがとうございました。とてもスピード感ある素晴らしい紹介でしたね。ということで霊夢選手には 3.14 企画与えられます。やったぜ。まだそれ続いてたんだな。あれ？企画には突っ込まないのね。ピラフだかパツコだかよくわからんからもういいです。いやポイントが円周率ってのも突っ込まないんかい。おっとここで突っ込まないことに対して突っ込んでいく冒頭テクニックだー。いつまで続けんだそれ。そうそう、実はこのスキン自分で作ったんだよね。おう、シンプルでいいな。なんか目の色おしっこみたいだね。ダメーな、もっとマシな例えあっただろ。あと背中にはみんな大好きクリーパーがいます。おしゃれじゃん。割と手が凝ってんな。そうでしょ、特にこのクリーパーの目の色とか同じ緑でも少し明るさの違う2色を使ってるからよりリアルがシターカーの部分だって結構だ。そういえばこの動画の目標とかまだ説明してないよね。開始3分で動画の説明してないってま。完全に忘れてた。じゃ気を取り直して説明していきます。この動画3回も気を取り直してるぜ。まず1つ目ダイヤを見つける、2つ目ネザーに行く、3つ目死なない。皆さんここまでご視聴ありがとうございました。ちなみに今回が最終回です。待てまだ終わらんって。目標が終わってます。わかった、真面目にやるから終わらせないで。気を取り直して1つ目。何回気を取り直したら気が済むんだ。ゲリラから防衛しつつ村を作ります。建築センスないから無理だな。二つ目は大型ゲリラ基地を攻略します。霊夢エイム悪いから無理だと思う。三つ目はエンドラ倒します。お前エンドラ倒せたことないだろ。結論、ブロッコリー嫌い直せば無罪。お前の人生目標は聞いてねえよ。結局目標はさっきので行くのね。さっきのってこれ？んなわけねえだろ。マイクラ初心者かっつーの。じゃあこれだね。ということで当分はこの目標でやっていきます。何かあれば追加変更あるかもだからね。以上で動画説明終わります。なんか適当に散策してたら村見つけたぜ。それじゃこの村を発展させていくのかな？ちえ、何メトロノーム？綺麗よ。わかった、ライターのウィルギレ。一から村作っていくんだよ。でもどうやって？それはこのテクトピアモッドのタウンホールを使えば村を作ることができるのだ。タウンホールってことはそれが村の中心になるのかな？ご名答。じゃあまずそれを作らないとな。いやそれもいいんだけどコストがねえ。おい、まさか。ありがたく頂戴いたします。やったよこいつ。ちなみにそれ取ったら村人どうなるの？村の中心がなくなったら村人は時がその場で止まったようになり、その後一生動き出すことはない。霊夢それ絶対に取っちゃいけないやつじゃん。あーでも大丈夫、この村バブかなんかで村人いないんだよね。なんだそれなら安心だね。体が動かない。顔地形式地草。Let's go!
いやマジで何の動画なん。いやなんか怖がらせたろ思てな。村人の悪口言って呪い殺されるの面白いね。霊夢に限る。さらっとサイコパス発言するなよ。村から少し離れたとこになんか大きな町みたいのがあったよ。テクトピア持ったのかな。うわぁ、大型のゲリラ服じゃねえか。やばいやばい撃たれてるって。ていうかもうすぐ夜じゃない。うわぁ、まだベッド作ってないよ。夜になったらゲリラがめちゃくちゃ湧くから早くベッドを作らないと。あそこに避難できそうなテントがあるよ。よっしゃとりあえずあそこに急げ。到着。うわぁ、忘れてたよ、ここは小規模のゲリラ基地だった。そんな大事なこと忘れてんじゃねえ。霊夢早く倒してよ。霊夢悪すぎるでしょ。リロード中です。くらえ、よし制圧。まだ左にいるぞ。うわぁ、よしお宝。お宝より先にゲットだろ。そんなこと言っても羊毛がないよ。羊毛ならこの基地のを使えばいいじゃない。一文字で表すと。確かに間違いねえけど今は手段を選んでる暇はねえぞ。もう一か八か。うんない。おはようございます。おはようだぜ。昨日は本当に危なかったわね。夜のこと一切考えてなかったからな。とりあえずベッドは作れたからよかったね。そうね、次は活動拠点を作りたいかな。拠点の近くに村を建てるんでしょ。そのつもり。じゃあそれに見合った土地を探しに行くわけだな。いざ出発。いつかあの基地も攻略したいわね。そうだ、さっき基地のチェストにあったバイクでも使ってみようかな。あれ、そんなのあったんだ。結構かっこいいじゃん。いざ乗車。おお、これは移動楽でいいわ。思ったより早いね。早いのはいいけど穴とかにはまるなよ。マリサ君、私の運転テクを甘く見てもらっちゃ困るよ。バカだな。バカだね、プツプ。何も言わないでくれ。ということでテケ島に進んでたら同盟軍の基地を発見しました。同盟軍ってことは味方の基地だな。は？は？やっちゃったぜ。ということで着きましたね。まるで何事もなかったかのように始めるな。さすが霊夢の運転テク。じゃこの小規模基地をサクッと制圧して、ここを仮拠点にします。次に洞窟探索に行ってきます。やけにスムーズだな。終わったぞー。鉄108個もあんじゃねえかー。なんかダイヤもあるんですけどー。ということで仮拠点作りと洞窟探索が無事に終わりました。仮拠点に関しては作ってないけどな。で今度は何をしようとしてるの？ゲリラ対策として防具を作ろうかなと。鉄装備でも作るのか？ここで問題です。またなんか始まりやがった。次のうち何の装備を作るでしょうか？1、鉄装備。2、革装備。3、メガライト装備。正解は175番のプラスチック装備でした。もう考える時間なしかよ。しかも175番ってわかるわけねえだろ。あー惜しかったな。23番かと思ったよ。いや全然惜しくねえし。しかもなんで今ので会話成立してんの？まあとりあえずプラスチック装備作るために砂集めをしてます。プラスチックかぐへへ。これがプラスチック依存症になった人の末路です。皆さんは大丈夫ですか？もしかしたらもう依存しているかもしれません。心当たりがある方は今すぐ電話を。バナナ相談窓口。いや今の何？え？広告じゃないの？あんな変な広告あってたまるか。バナナ相談窓口の提供でお送りします。お前は早く相談してこい。ってことでガラスと鉄インゴットを合わせてプラスチックを作成。鉄パイプじゃねえか。あれおかしいな。材料は合ってるはずなんだけど。できました。ぐへへ。プラスチックということで完成しました。プラスチック装備です。ダッサ。なんでこの組み合わせにしたん？材料が足りなかったんだよ。じゃあ詰めてこい。はい、はい、完成しました。オーサスがフル装備だとかっこいいな。頑張った甲斐があったわ。ここを見てもらえばわかるけど、実はダイヤ装備よりも防御力が高いのよ。マジかよ。ダイヤより低コストで丈夫って最強だな。そうなのよ。あはは。どうしたのフラン。おいまさか。プツ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 。プラスチック依存症の発作が。プツプツプツプラス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 ドライバー持ってない。は？だからプラスドライバー持ってない。発作はどうしたの？え？発作？もしかしてプラスチック依存症のこと？そうだぜ。あ、バナナ相談窓口に相談したら治った。相談しただけで治ったのかよ。バナナすげえな。え、なに？もしかしてみんな心配してくれてたの？いやうるせえなって。フランをどこに埋葬しようかなって考えてた。なんだよかった。実はこの後さっき見つけた大型のゲリラ基地を制圧しようとしたら全く歯が立ちませんでした。これはひでえな。なので全カットで。はい、というわけでそろそろ終わりにしようと思います。今回ほぼほぼ茶番だった気がするんだが気のせいか？とまあマイクラも編集も全然上手ではありませんが、これから応援していただけたらありがたいです。ここまで見てくれた方本当に感謝してます。結構グダグダだけどよろしくだぜ。ということで今回はここまで。皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。次回って本当にあんのか？中の人継続力ないからなかったりして。いや俺はやるときにはやる男だ。皆さんこれからよろしくお願いします。変化。
回のあらすじ。多いねそういうの。やっぱり話の流れをつかむためにもあらすじって大切だよな。前回はバイク事故をしました。お前今の話聞いてたか。全く流れつかめねえぞ。わかったわかった。前回はバイク事故を2回しました。みんなにもわかっちゃいないね。前回は天井に張り付いてました。うわびっくりした。急に現れんなよ。いや初めからいますよ。ということで前回が気になったら動画見てね。あらっと諦めて全然すな。というわけで皆さんこんにちは、霊夢だよ。マリサだぜ。フランじゃ今回は村を作ろうかな。え、今私の挨拶か。村作りか。これでタイトル詐欺はなくなるわけだな。ちょ、やっぱりカットしたよね。だってフランが喋ると前回みたいに茶番ばっかりになるんだもん。ああ確かに。いや否定しないんかい。認めるからもうカットしないでね。く、カットしたかった。いやもうそれただカットしたいだけじゃん。そんじゃあ村作るための材料集めから。最初は何の建物作るんだ。最初は村役場的なところを作るよ。タウンホールがないとテクトピアは機能しないからね。そうそう、だからタウンホールを設置する建物を作るってわけ。じゃあ木を切って切ってさらに切ります。なるほど、切りまくるわけだ。もっと切ります。環境破壊だね。誤解されること言うんじゃない。はいはい、ということで建材集め終わりました。結構な量集めたな。いつの間に丸石が。じゃあこれらを使って早速役場を作っていくよ。ここはやっぱり冒頭の聖地みたいに倍速で建築風景を見せてくれるんだよな。ないです。え？録画し忘れたのでないです。なるほど、お前ちょっとこっちに来いや。嫌です。ああ、ひき肉にされる。いやさすがにそこまで残虐じゃないんですが。その顔で言うと説得力ないよ。うわぁ。いなくなっちゃったからとりあえずカットで。はい、ということで完成しました。あれ、ひき肉になってないじゃん。いや、なんでなってないのみたいな顔してんの。まあボコボコにはしたから安心しな。やった安心。まあいいわ。とりあえず役場は完成したわよ。意外とオシャレじゃん。役場というより普通の家だな。まあ一応2階は住居スペースだからね。で、外観はこんな感じ。今度は内装紹介。内装は、内装。言わせねえよ。昨日徹夜で考えたのに。いやそれにしてはしょぼすぎだろ。そんなこんなで2階です。いやどんなこんなで。2階はさっき言った通り住居スペースになってるよ。意外と狭いね。まあそのうちちゃんと自分の家作りますから。だが霊夢は家を作ることはなかった。そのホラー映画的な展開にするのやめて。てかちゃんと作るし。いつか。そういつか。この流れは作らんな。ということで今作ってるのはテクトピアで追加された椅子だよ。テクトピアに椅子なんかあったんだな。でも実際に座ることができるのは村人だけなんだ。村人専用なんだね。でも村人にいちいち椅子なんて必要か。実は村人には幸福度メーターがあって、それを回復させるものの一つがこの椅子なの。じゃ結構必需品だね。そういうわけ。今は何してるの？ここは一応村役場だから受付っぽいの作ってる。椅子とそれらしいテーブルを置いただけだけどな。そしたらこいつをセットして、ここでいいかな。よっしゃ完成。こんな感じでモヤモヤ光ったからちゃんと認識されてるっぽいね。そうしたら中に Tradesman と Architect がスポーンするはずなんだけど。え、なんかめっちゃ発音良くない？あ、これ使ったからだよ。発音よく英語話すやつ。普通に翻訳機でよくね。うっせいうっせいうっせいは。何そのわっしょいわっしょいわっしょいしょいみたいなやつは。いやすげえよ、そういう歌があるんだよ。フランもお祭りかと思った。なんでだよ、ボケが伝わらないのが一番辛いわ。お、誰かいんじゃねえか。あ、この人たちが職員だね。この人は、アーキテクト、建築家です。そのリモコン日本語も話せんだな。いやリモコンじゃなくて、発音よく英語話すやつ。うん、もうわかったからいちいち画面変えなくていいよ。翻訳機ってで、この人が、Tradesman。商人だね。なんか気づいてないみたいになってるけど、さらっとカットしてたよね。気のせいだろ。うん、気のせい。いらんこと翻訳せんでいいわ。あ、そうだ、せっかくだから話しかけてみよっと。なんで目にブドウ入れてるんですか。いやめちゃめちゃ失礼なこと聞くじゃん。もともとこういう交際なんだろ。あ、なんでブドウってわかったの。あ、やっぱりブドウだったんですね。どうです、美味しいですか。とてもジューシーでクリーミーだよ。やっぱそうですよね。もう大好き。チュッチュチュッチュ。あれから30分ぐらい経ちまして、この村を動かしていくために必要な倉庫を作りました。確か村人は自分たちで自給自足するからアイテムを保管する場所が必要なんだよな。その通り。だからチェスト設置してるんだね。じゃこのストレージをセットして、村人に倉庫って認識させるためのだね。倉庫完成。おお。見た目はこんな感じです。え？え？高床式倉庫ですが何か。お前これダサすぎやろ。やだ、かっこいい倉庫じゃないですか。特にこのネズミ返しとかでしょ。かっこいいでしょ。超ダサい。なんでだよ、今にも飛びそうでいいじゃん。倉庫は飛ばさなくていいだろ。っていうか他になんかもっとなかったのかよ。レンガの倉庫とか。なもんねえよ。うわびっくりした。そんなもんじゃどうだわ。いやレンガの倉庫は王道だろ。それってあなたの感想ですよね。やばい、霊夢が暴走してる。マリサ止めて。仕方ねえな。こうなったら霊夢の目の前でドラム缶にコンクリート詰めて海に捨ててやる。うわー。で、それよく考えたらただの不法投棄じゃね。てへぺろ。
今度は何作ってるんだ？今度は村人たちが暮らすための家だよ。どうした霊夢？やった村人来てるじゃん。あれが村人なのか？まあ正確にはまだ村人ではないけど、あの人たちに食料を与えれば村人になるよ。何大法建築を取り締まる人かと思った。いや、なんでだよ。まあありえなくもないけどな。ちなみにこの人たちにはそれぞれ経験値がある時があって、例えばこの人は過去にエンチャンターをしていたことがわかるね。確かにエンチャンターの経験値が最初から10溜まってるな。そう、だから本当は経験のある食料を与える方が効率がいいのよね。なるほどね。この人は商人。お、ちょうど農業の経験がある人いたぞ。初手からこれはついてるね。じゃあ早速この人を農民に雇う。じゃ早速買おうかな。通貨はエメラルドなんだな。あったあった。これはなんて読むのかな。お、そんな時は、は、もういいから普通に読めよ。はいはい、わかりましたよ。翻訳と、ファーマー。なるほど、日本語でファーマー。へえ、日本語でワイパーって言うんだ。君は何を聞いてたんだ。というかそもそも翻訳できてねえし。あ、これは農家だよ。知ってるなら最初から言えよ。じゃ早速我が村の第一村人になってもらおう。シャバルダッチ変身。お、見た目が変わったな。しっかり経験値がある状態で農民になってくれたね。で、そういえば村人雇ったのはいいんだけど、この人の家はどうするの？やばい、完全に忘れてたよ。家作ってる途中だったのにのんびりしすぎた。え、そんなにやばいことなの？そりゃそうだろ。家がないと寝れなくて過労死しちゃうだろ。マジかよ、大変じゃん霊夢。まあ死にはしないけどね。なんだよ。嘘つまんね。え、なに？君たちは平和な世界は望まないの？え、つまんねえの。こんな村二度と来ねえよ。マジうんち。何この世界線。いいから早く家作ってくれません？あなた村長ですよね。ほんとしっかりしてくださいよ。これだから最近の赤まんじゅうは頭あんこだらけなんですよ。わせ、わせ、わせ、どうやらこの村の村長は赤まんじゅうらしいぞ。マジかよ、まんじゅう食い放題ってわけか。楽しみだな。なんか私目当てでこの村来てない？まあいいだろ、誰も来ないよりかは。霊夢いつか食べられちゃうんじゃない？ありえなくはないな。やめろや、演技でもない。でも人気者だからいいじゃない。変な意味で人気者なんだよな。ということで急遽店に村人用のベッドを取りに来たよ。下手くそかよ。ひでよ、入れないんだよ。マイクラあるあるだな。さっさと回収して帰るわ。どうした？なんかバリアみたいのがある。待って、通れないし、なんかうるさいんですけど。いや、さっき来るとき普通に通ってただろ。嘘、うるせえよ。ごめん、これやりたかっただけなんだ。うん、知ってた。ということで、せっつ、二人部屋にすんのか？イエス、村人に家って認識してもらうにはこのホームっていうのが必要なんだ。で、このホームには二人、四人、六人部屋用のがあるんだ。じゃ、一人用とかはないんだね。そういうこと。じゃ、くっつけてっと。おい、光ってなくね？ What happened？ 確か光ってないと認識されてないんだよね。あ、え？ハウスなのに屋根ねえじゃーん。なんか既視感あるな。屋根がなかったから家って認識されなかったんだね。ち、贅沢言いやがってクソが。聞こえてんだよ、赤まんじゅう。キャー。普通に考えて屋根なしの家っておかしいですよ。え、あ、吹き抜けも悪くないかなって。冗談ですよね。ちょ冗談だよ。実はまだ建築途中だったから、未完成だから、こんな家に住むとかないから、吹き抜けじゃないから、っていうか赤まんじゅうとか言うな。というわけで屋根つけました。お、ちゃんと光ってるじゃん。まあ相変わらずの豆腐建築だけどね。住めればいいんですよ、住めれば。そんなこと言ってっとまた村人来るぞ。あれ、ベッドの色変わってるじゃん。そう、実はベッドが認識されると緑、さらに使用状態になると黄色になるんだよ。なるほどな。じゃあ一目でベッドの空き具合がわかるわけか。そういうこと。それじゃ今度はサムネイルを撮りたいから少し装飾をしようかな。サムネって、そんぐらい動画外でしろよ。今回作業ばっかで撮れ高ないから仕方ないでしょ。いや、サムネ撮影も撮れ高ないよ。いや、なんでないの的な顔してんの？いや、ある。うわ、びっくりした。っていうか、なんでないのとか思ってないし、あれ考えてただけだし。いや、考えるときこんな顔するか普通。なんかアホみてえだな。うっさいわね。フランコ、これ以上みんなに迷惑かけるんだったらカットするわよ。私は迷惑じゃないぜ。そもそもこんな面白みのない映像使って迷惑かけてんのはそっちだぞ。で、あれ？カットされない。お、おいお前。え、なに？やっと気づいたわね。あんたはカットされている。いや、カットってこういうことかよ。え、何よ、半分の方が良かった？綺麗よ。じゃ、これで。お前人の体で遊んでんじゃねえ。なんか可愛いかも。いや、どこがだよ。助けて。はい、というわけでなんとか時間稼ぎができました。いや、サムネイル撮影じゃねえのかよ。あ、それもしたよ。私は時間稼ぎのためだけにあんな無残な姿になってしまったよ。ありがとうフラン、次回からあの姿でよろしく。嫌だわ。はいはい、という感じで時間がいい感じになってきましたので、そろそろ終わりたいと思います。結局最後は茶番になったな。今日は茶番やんないつもりだったけどね。今日は霊夢からやり始め。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。最後の最後でカットされんだな。また次回も見てくれよな。もしチャンネル登録してくれたらマリサが何かしてくれます。じゃ、私はフランを爆破するぜ。この状態でな。マリサまでいじりやがって、ふざけんな。
前回のあらすじ。うお、なんかかっこいいやつじゃんこれ。あ、急にダサくなった。我々はたくさんのショート動画を投稿してきた。言うて大した数じゃないけどな。そして前回の動画から1ヶ月以上空いてしまっている。それには深い理由があった。どうせ編集だるいとかだろ。そんなんじゃないわ。その理由は編集がベリーめんどい。あ、今日も農作業大変だな。待って、結局めんどくさいんじゃん。当たり前だろ。何常識聞いてんだこのマリサさん。冗談です。真に受けないでくだ。は？やって。はい、というわけでこんにちは。だよ、序盤から不快な気分になったマリサだぜ。フランスパン。じゃ今回も村作りやっていこうと思うよ。その前に動画外で作ったの紹介しようぜ。あー、確かに。じゃこれは畑、村人の家、畑、花。何これ。以上になります。あと食後にアイス。いや、全員じゃないんですけど。ってなんか余計なものが映ってたような。作業の説明したし、早速実況していこう。今回は何作るのかな。決まってないです。無計画だな。うっせぇバナナ。じゃパン屋とかどうかな。作るもんないならそれでいいだろ。はい。とその前にパンを作ってくれるシェフを雇うよ。ちょうど経験値高いやついるじゃん。この村なんもね、よろしくお願いします。素直だね。これを俗に強制労働という。確信犯じゃん。じゃ建築風景でも垂れ流しながらパン屋作った理由でも話そうか。垂れ流すってそっち？まあ冗談はさておき、その理由なんだけど、テクトピアの村人実はご飯を食べるんです。だろうな。でも自分で全員分の食料作るのめんどくさいからシェフを雇うってわけ。なるほど。ちなみに食材はどうするの？食材はもちろん村人が収穫した小麦から作るんだよ。自給自足ってやつだな。ってなんでさっきからチキアなんだ。正解。は？ちなみにプレイヤーが作った食料より村人が作った食料の方が腹持ちがいいらしいよ。だからわざわざシェフを雇ったんだね。そういうこと。普通に喋れないのかこいつは。外観は完成だね。今度は内装に移っていくよ。意外とこじんまりしてるんだな。まあ小さい村にパン工場とかあっても不自然だもんね。それは不自然すぎるわ。もう完成したんじゃない？そうだね。そろそろ戻ろうか。じゃこいつをセットして。キッチン。完成。早速シェフが動き出したよ。これから労働するぞ。しっかり仕事できてるかこっそりついていってみましょう。こっそりの意味知ってる？さあってまず何をするのかな。かまどに原木が入ってるよ。お、木炭作り出した。え私の主食木炭ですから。正解。は？まあそんなこともなく設定上はパンを焼くための木炭だそうです。設定上とか言うな。でも倉庫にジャガイモがあったらベイクドポテト焼いてくれるんだって。お、パン作り始めたね。ちょっと外から見てみよう。なんかそれっぽいな。よし、じゃこれから頑張ってくれよ。なんか見てたらフランもパン作りたくなってきたな。え、パン作りたくなってきた？今から出陣したいと思います。おう、またどうして急に。実はですね、村人の食料を買うためのエメラルドがないんですよ。あ、それは一大事だね。こいつ絶対思ってないぞ。ということで、あー危ない。え、いや危なかったな。もう少しで死ぬところだったぜ。いやアウトだろ。大丈夫だ。作戦があるから黙ってついてきな。うわー、見てみろ。私にかかれば死なないんだよ。だよ。私にかかればなんだって。ダメダメじゃねえか。ダメだ。いや、癖強すぎだろ。まあ次頑張ればいいや。うお、回復早。ということで今夜のリベンジ戦に向けて戦車作ります。あ、これは相当根に持ってますね。じゃ今回作る戦車はこちら。M4103。 通称ウォーカーブルドックと呼ばれる冷戦時のアメリカ系戦車ですね。24ターリーの合計として開発されて、戦車では76.2マイル方法最重量20トン、マイル最速は最高速度は時速72キロという速さだった。マリサ君、何かな質問があるなら何なりと聞いてもらって構わないけど。そのオタク特有の早口やめてもらっていいすか。あ、出てしまいましたか、私のアイラブタンク。待って、それを言うならリブじゃなくてラブじゃない。私は住んでます、戦車に。あ、恥ずかしいな。いや住んでるから。え、私戦車に住んでるから。あ、苦しい言い訳だな。もうそれいいから戦車出してよ。あ、わかりましたよ。はい、こちらが戦車です。なんか急に戦車に対して冷めたな。軽戦車だけど意外とかっこいいね。ほら行くぜ。まずはあの手前のゲリラ狙ってみよう。ぶちかましたね。あ、ゲリラ行ってますよ。この戦車壊れてるわ。その言い訳は小学生までにしろ。今度こそよく狙って。マジうんち。しっかりしてただな。こうなったら機関銃でやってやる。戦車なのに大砲使わないってな。倒せればいいんだよ。結構撃たれてるのに全然ダメージ食らわないな。戦車だから銃弾ぐらい弾くよ。いや、それずるくね。ゲリラが戦車使ってこないのが悪い。普通に敵の装甲車ってんじゃねえか。はっはっは、望むところだ。お、当たったね。あいつもう煙出してやがる。もう少しで倒せそうだな。よし、今度のリロードでとどめだ。絶対外すなよ。よく狙って。あっちだろ。クソ、なんか燃えてるんですけど。てか戦車ってこんな火だるまになるの。母おもろ。何は露天然。でもノーダメージだったね。さすが、きっと戦車は燃えたかったんだよ。いや、マジ何言ってんの。まあまあ、霊夢もおかしくなりたかったんだよ。なるほど、納得。何納得してんだよ。あっちだろ。世界悪くなるからやめてほしいな。こいつが火炎放射してきたんだろ。この野郎、集中効果だ。
はい、というわけで戻ってきました。せっかくだからこの戦車をパン屋の隣に止めたいと思います。いい迷惑だな。ぶつけないようにね。当たり前じゃん。は？あー、家もろすぎだろ。言わせたかよ。ほんといい迷惑だな。だって当たり判定がで、そう、最近村人の幸福度が低いんだよね。だからそれを回復させてあげるために娯楽施設を作ろうと思うよ。村長らしいことするんだな。あれなんか壊れてね。私、わからない。娯楽施設作るのやめようかな。そんなへそ曲げんなよ。じゃ早速建築風景を垂れ流しながら解説していくよ。あ、顔色悪いぞ。で、今作ってるのは酒場だね。さっきも言ったけど村人には幸福度があって、仕事をしてると自然と幸福度が下がっていくんだ。強制労働だから仕方ないね。ちぃー。で、幸福度が下がると仕事をする速度が遅くなっちゃうってわけ。それを防ぐために作ってるんだな。そういうこと。だから普通に喋れないのかこいつは。そんなこんなで解説は終わったし、あとは何話そうかな。あ、終わったんだ。あ、そうだ。皆さん、チャンネル登録よろしく。お前は毎回うるさいんじゃ。では改めまして、おかげさまで登録者数が1900人を突破しました。これは本当に嬉しいんだぜ。ありがとうございます。本当癖強いな。ということで今度の目標は5000人目指して頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。投稿頻度は低いが気長に見守ってくれたら幸いだぜ。ツイッターもやってるからよろしくね。あ、そう、忘れてた、ツインタワーのこと。何言ってんだ。概要欄に URL あるよ。おっ、ちょうど完成したみたいだね。じゃ、まず外観を見ていこう。ちょっと今回は屋根を工夫してみたよ。確かに言われてみればオシャレだな。多分最後の一言余計だよ。じゃあ次は内装です。内装はあるそうです。は？意外としっかりした酒場だね。カウンター席はないんだな。あと見てみてこれ、シーリングファンです。わお、そんなオシャレなものがあるんだな。確かテーブルとファンは株元のやつだよね。その通り。そしてこっちにはテラス席があります。これはオシャレだな。でしょでしょ、オシャレでしょ。うざいので全然撤回。まあいいや、とりあえずトークンはめて完成させようと。ということで持ってきました。完成。しっかり光ってるね。これで村人たちは幸福度が回復するんだな。どうやら仕事が終わった後に酒場に来るみたいなので、それまで待ちます。さて、そろそろ仕事を終える時間だと思うんだけど。待って、霊夢、それよりどこに駐車してるん。いや、なんか気づいたらああなってた。はい、戻しました。仕事終わったみたいだよ。は？あいつら一体何の恨みがあるって言うんだ。と突き上がって。強制労働だからな。納得。さて、早速心を癒しにお客さんが入ってきたね。あれ？もしかしてカップルとか？この酒場はカップルはもちろん家族連れや子供たちも楽しめる場所なんだ。いや、ダメだろ。未成年飲酒はやめましょう。お、またお客さんだね。何してるん？霊夢並みに下手くそだったな。あの人は疲れてるから仕方ないよ。私はデコで下手くそってか？かなりショックです。ちなみにちゃんと幸福度は回復してるのか？いまいちわからん。ああ、今ビール持ってたよ。そんな恥ずかしがらなくてもいいのに。待って、こいつ幸福度ゼロじゃねえか？この村の闇だね。まあ酒場でゆっくりしてもらって。おぉ。めっちゃ盛り上がってる一人で。しれっと悲しいこと言うな。ほら、盛り上がってたのに冷めてんじゃねえか。え、私のせい？とまあ酒場はこんな感じかな。今は少し味気ないけど、住人が増えたらもっと賑やかになるかもね。霊夢が場の空気を冷まさない限りは。うっせぇバナナ。っていうか、ちゃんと幸福度回復してるのかな。に、これはひどい。あ、そういえば全然関係ないけど、村人のインベントリ解説してなかったよね。あ、確かに。じゃ、ざっくり解説していきます。ここが今の食料。そしてこいつの名前。こいつとか言うな。で、食料の経験値。これは高ければ高いほど早く仕事をこなせるよ。そして上から体力、空腹、幸福、教育度になるよ。先生。はい、フランちゃん。教育度って何ですか？知らねえよ。人間失格。先生失格じゃなくて5本。そして下は村人が持ってるアイテムだね。なるほどな。ちなみに冒頭に言った食料と同じで、道具なども村人たちが作ったものを使うと物持ちが良かったりするんだよ。じゃ、鍛冶屋とかあるってこと？もちろん。へえ、結構幅広いモッドなんだな。そうそう、あと気になることあるんだけど、今日この村に越してきた新人はどうしてるかな。なんでそんなこと気にするんだ。いや、だってこの村には変わり者が多いから、うまく打ち解けられてるか気になったんだ。心配してあげてるんだね。いや、ちょっとからかってやろうと思って。クズ野郎だな。こんばんは、アッス。労働したい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 。いい夢見てね。おい、あれ正気じゃなかったぞ。洗脳って怖いね。霊夢、お前ついにやりやがったな。いや、誤解だよ。はい、サイソンマイバースデイは3月、ガチで気狂ったか？はい、そんなこんなでそろそろ終わろうかな。ご視聴ありがとうございました。ここまで見てくれたの本当に感謝だぜ。チャンネル登録とツイッターフォローよろしくね。あ、そう、ツイッターはよろしく。教養ないとこうなるので、みんなは勉強しよう。待って、なんか悪いお手本になってない？まあそういうことだ。じゃ、今回はここまで。また次回も見てね。ほら、バナナも挨拶して。お前を殺す。え、なんかかっこよ。バカ静かに雰囲気壊さないで。特
は遡らない2022年8月某日、侵略国家ゲリラが突如国境侵犯、侵攻を開始、長距離砲や戦闘機などの遠距離、航空支援を使い、1週間経たずに首都戦攻を占拠された。我が軍は全力で抗戦したものの兵器の旧式化が進んでおり、統制対抗できるものではなかった。そこで急ピッチで新兵器開発が行われ、完成したのがこの M41 ウォーカーブルドック。防御力は低いものの機動性が高く偵察も容易にこなすことができる。そしてこの機動性を駆使し電撃戦を遂行、無事首都戦攻を奪還。しかしゲリラ侵攻の勢いはとどまることを知らず、今日もまた戦いは続くのであった。いや、霊夢軍団ってダサすぎやろ。雰囲気ぶち壊すなよ。いや、霊夢軍団の方がぶち壊してんだろ。黙って聞いてや、お前らぶちぶちうるせんだよ。いや、ってくよ。はい、ということで最近切り替えが早い霊夢だよ。相方の切り替えが早すぎて気持ち悪いマリサだぜ。フランクフルト。そんじゃ今日も元気に村人に挨拶していくよ。本当に深い。死ね。はい、それでは気を取り直してまずは裏作業でやったことを紹介するよ。リフォーム、ワッチブシ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 、ワッチ、ワッチ。以上になります。前回よりもひどい。ありがとうございます。褒めてねえよ。マジで少し落ち着いて実況したら？そうさせていただきます。ということでまず最初に村がゲリラに襲われないために囲いを作りたいと思います。柵に骨粉を合わせて、カブモッドの白いフェンスの完成。さらにこれに鉄インゴット、レッドストーン陶器を合わせて。電気柵の完成。それでは設置しました。もう全カットじゃん。でその電気柵はどんな効果があるんだ？それはもちろん電気を食らいます。それはそう。いや本当にゲリラに対して効果があるのかって話。では図を用いてわかりやすく解説します。左が村、右が外、真ん中の線が電気柵だよ。いやあのゲリラ原始的すぎない？普通は？で村には村人がいます。でゲリラは村人を襲いに来ますが電気柵で撃退できるというわけではなく、え？普通に入り口から入ってきます。いやダメじゃねえか。または装甲車で無理やり入ってきます。もう加工必要ある？まあないよりマシなんじゃない？ということで、あと半分、本当に必要なのだろうか。ということで電気柵を作るための鉄が一つもないので洞窟探索に行きます。鉄全部使ったのかよ。まずは洞窟を探さないとだな。少し歩いたところにゲリラ基地がありました。でもゲリラはいないみたいだよ。じゃあ今のうちにお宝あさろっと。ごめん。まあもらっていくけどね。なんなんだよ。よしそんじゃうわー。すげえ驚きぶりだな。嫌だって脅かしてくるんだもん。私ただ雑誌だじゃないですけど。ちょっと待って、あんたのヒゲジャングルじゃん。おっしょー。これ本人だからー。ゲリラ基地を制圧。あっさりだな。あ、まだいますけど。こりゃどうも。さっきの反応とは大違い。だってさっきは脅かしてくるんだもん。呼んだ？呼んでねーよ。鉄を取る前に少し解説を挟みたいと思います。先生何の解説をするんですか？聞いてりゃわかるからちっと黙っとけ。先生失格のお知らせ。ということでこれは何かわかるかな？それは無そうだね。これはゲリラのスポナーだね。はい。こいつメンタル強すぎだろ。なのでこれを破壊しないと無限にゲリラが湧いてきます。破壊方法は素手で壊すことも可能ですが、銃を使うと一発で壊せるので覚えておきましょう。以上で終わります。号令はキリッチしなくていいです。うざすぎだろ。洞窟を探してたら何か発見しました。あれは何ですか？知るかよ。は？あれは同盟軍の基地だね。お、ということは武器奪い放題だね。同盟軍かわいそう。入り口がなさそうなので登っていきます。超侵入だな。そうだよ。なんで自信満々なんですか？ということで登っていきます。下手くそだな。マイクラ歴9年とは思えないんですが。いやいや、猿も木から落ちるっていうじゃん。霊夢は猿ということで。そういう意味じゃねえよ。猿確定。到着しました。ここまでの所要時間は5分です。かかりすぎだろ。うんち完璧だよ。飛ばされてんじゃねえか。え、こちら3班、基内にて頭のおかしい連中3人確認、随時警戒せよ、オーバー。完全に不審者扱いでくさ。え、鉄集めがメインなので軽く探索してさっさと洞窟探します。探索という名の強盗だね。そうです。だからなんで自信満々なんだよ。オープン。弾薬と MP5 が入ってるね。これはありがたく頂戴します。おまわりさんこっちです。ついでにこのでかい豆腐を回収します。豆腐をつるはしで掘るという機構。そもそも豆腐じゃねえし。今度は司令塔っぽい建物を漁っていくよ。漁るって言っちゃったよ。コーチーラーのお部屋はなんかパソコンみたいのが置いてあるね。これはゲーミング PC か？違いました。うん、だろうな。とりあえず持ち帰ります。いつか反撃されちまえ。最後に屋上に行こうかな。思ったよりお宝なかったね。お前ら考えが満足。意外と高い。結構景色綺麗だね。え、これが本当のお宝ってか？その顔で景色台無しなんですけど。こっち見んな。てか本当に綺麗だわ。影モッドって結構優秀なんだな。せっかくだからスクショ撮っちゃおう。ってまあ、後ろに鉄あるじゃねえか。やったぜ。電気柵作り放題。洞窟探索しなくて済む。わかったからそのうねうねするのやめてくれる？てか気づくの遅すぎだろ。それも含めて一石二鳥。いや、わけわかんないんですけど。まあ遠慮なく全部取って帰りますか。せめて遠慮ぐらいしてくださいよ。しかもそれレーダーなんでなくなると困るんです。え、っていうことは壊しちゃまずいね。あ、レーダーって設定上の話ね。じゃあ遠慮なく。いや、せめて許可ぐらい。これもらっていきますね。あ、どうぞ。なんなんだよ。はい、ということで無事帰ってきました。鉄も大量にもらえてよかったよ。今回に関しては許可取ったから合法だな。それだといつも違法してるみたいじゃん。てかあそこ直してないやん。やべ、めんどくさいからそのままやったー。は？窓から出入り
りしてるやん。そっちの方が近いんでしょ。じゃ、いっか。いやダメだろ。じゃさっき回収した豆腐を設置。だから豆腐じゃねえよ。あ、ごま豆腐か。いやどこがだよ。こことかここ。あ、確かに。なんか納得しちゃってるよ。あとはゲーミング PC じゃない普通の立ち上がり遅いやつ。なんか恨みでもあるん。はーい、というわけで完成しました。いい加減普通に喋れるようになってください。あ、あはは。は？なんだ今の無駄な時間。まあこんな感じで囲ったので、一旦行きましょう。いやどういう流れでこうなるの？まあまあこのセンシティブな方でも見て納得して。今わかりません。あー、そういうことか納得。何を納得したの？この方は戦に行きたがってるってこと。あんた何言ってんの？へ？ここはバカばっかです。あまり絡まないようにしてください。はい、というわけで今回のお友達はこちらです。は？こちらです。ごまかせてないからな。紹介します。弾薬、スナイパー、ヘリ、照準器、医療キット、RPG、AK47、ブール、石炭とボール、人参ちゃんです。いや、ツッコミどころ多すぎるだろ。なんだよ人参ちゃんって。しかもなんで原材料言った？せっかくヘリ作ったのでヘリポートを作りたいと思います。で、今は周りの石を土に変えてるところです。確かにそういうのきちんとしたくなるよね。何してんの？あ、せっかく綺麗にしたのに。え、誰がやった？お前がやったんだよ。現実受け止めろや。わかった、わかったから話して。出た。はい、ヘリコプター。あれ？前回みたいに兵器紹介しないの？あ、忘れてたよ。めいめい。ヘリコ、プー。いや、そうじゃねえよ。あ、私戦車にしか興味ないので。なんなんだよ。そこは統一しようぜ。ということで大型基地を制圧しに行きます。早速見えてきたな。じゃあまず最初はこのヘリで攻撃してみようかな。いっそ全部破壊してしまえば。考えが万足。攻撃開始。よく狙って。おぉ、ここしか当たってないぞ。うるさいんじゃい。意外とむずいんだよ。なんか反撃食らってね。止まったら撃たれちゃうから常に動いてないと。あの、全く当たってないんですけど。なんで？それじゃ機関銃ならどうだ。あ、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 当たってるけどめちゃ反撃食らってます。そろそろ地上戦に行ったら。いやまだ諦めないぞ。せめて大型兵器だけでも破壊してから行く。5分を。あーもう無理だわ。早っ。ということで地上にて戦います。オラ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 。よし。あれ以外とエイムいい感じ。舐めてもらっちゃ困るよ。こう見えても期待戦だから。別に舐めてないよ。そういう意味じゃねえよ。お前ら気持ち悪いぜ。うわー、びっくり。そんなこと言ってる場合じゃねえぞ。体力つくからかんじゃねえか。言ってる場合か。こうなったら戦車の側面に回り込んでやる。それはいいアイディアだな。ここら辺から入るかー。うわぁ、なんでこんなところに乗るのがあんだよ。早くやがれ。全ロスはやばいよ。ちょっと使って。やばい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 。早く、早く消えて。あー、落ちてくんだ。まず飯食って体力回復させるんだよ。人参ちゃん美味しいです。急に冷静すぎるって。浸水はやっと消えました。お前なんか燃えすぎじゃね？焼けたまんじゅうか。甘いタレかけたらうまそうだね。みたらし団子じゃねえよ。にしても完璧なオチだったな。面白いかもしんないけど寿命は減るよね。間違いねえ。はい、というわけで頑張って屋根の上まで来ました。ここから狙撃でもするの？いや、新兵器の照準器を使おうと思ってね。簡単に解説します。前触れもなく急に始めんのな。てか解説しごいって何？しかもほんと怖いわ。では始めます。正式名称はレーザー照準器。こいつは同盟軍から要請したミサイルを誘導したり、同盟軍を強制的に戦場へ送り込むことができます。極悪人だね。じゃあミサイル誘導しようかな。ここら辺で発射。お、飛んでったぞ。あのヘリラめがけて。ズドン。おぉ、思ってたよりしょぼくね。突撃した方が早そうだね。どうしてそうなる？あ、でもその前に同盟軍を道連れにします。極悪人だね。じゃ突撃。まず最優先に戦車を撃破します。移動中。ほら、じゃ当たったぞ。でもさすがに一発じゃ壊れないね。もう一発じゃ。同盟軍が兵と稼いでるから急げ。よし撃破したぞ。やったね。これで制圧だよ。うん、終わった終わった。帰りましょう。何しれっと帰ろうとしてんの？そうです、冗談です。ジョン万次郎です。意味わかんない。まあとりあえず戦車は撃破できたから、あとはゲリラを倒していくだけだよ。ちなみに制圧は基地内にある旗を下げつったらできるよ。となるとその旗の近くに行かないといけないってことだよね。その通り。なんか上に出たぞ。旗の近くにいるとこんなアイコンが出て勝手に制圧が始まるよ。でも制圧し始めるとたくさんゲリラが湧くから、それを押しのけて制圧しないといけない。すなわち同盟軍を道連れにしましょう。同盟軍に親でも殺されたの？なんかずっと同盟軍に敵対視してるよね。そういう年頃でそんなもんやってたまるか。あれから何かラスボスみたいの出てきて、もううるさいんですけど。こうなって、ヘリコプーが限界を迎え、同盟軍を迎え入れ、制圧しました。は？急展開すぎるんですけど。どういうことです。どういうこと？正直に言うと映像が変わり映えしなかった。あと面倒い。正直でよろしい。で、制圧したのはいいんだけど、お宝は？一つもありませんでした。はーい。というわけで、ただただゲリラ基地を制圧したい人になってしまいました。まさかの報酬なし。じゃ無駄に頑張ったところでそろそろ終わろうかな。ちゃんと調べなかったお前が悪い。そうだそうだそうだ飲みたい。は？
と、今回はこれで終わりにしようかな。どうもご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録してくれだぜ。ツインタワーやってるからよろしく。視聴がすごい。ではまた次回お会いしましょう。先ほども控えしに来ました。これでも下がってください。どうもご丁寧にありがとう。よし、今日もパン作るぞ。どうも、トマトまんじゅうことニックリレームです。誰ですか？ということでトマトとは実況したくないマリサだぜ。フランシスコ。じゃあ挨拶も済んだことだし。前回のあらすじ。いや、中すぎだろ。あー、ポット食いてぇなー。そろそろ出るか。あれ？死んだてやないかーい。ったく、誰だよ最後に入ったやつ。ちゃんと取り替えとけよなー。はぁ？くねえ。嘘だろ、なんでこんな数センチしかないんだよ。本当にガチキモなんだけど。あ、どうしようか。こんな小さいの使えんしな。あ、そういえばここに予備があったはず。よっしゃ、これでトイレから出れるぞ。じゃ気を取り直してやっていこうか。え、私たちは一体何を見せられたのだろうか。しっかり気を取り直せたみたいだね。はぁ、あ、ちなみに前回のゼロだからね。いや、意味がわかりません。まあそんなこんなで前回の動画にこんなコメントが届いてました。住宅街の真ん中の噴水にあります。噴水の中にテストがある。住宅街のゲリラの拠点報酬ありますよ。ベベベ、別に知ってるから。ベベ、前回は試食が足りなくてカットしただけだし。ここ本当にシッシッてシッ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 というわけでお宝を取りに行く前にパン屋のおっちゃんから、店の横に洗車置くのやめてほしいんだよね。お客さん怖がってこないんだよと言ってきやがったので仕方なくどかしてやります。ワッキーも気の毒だわ。こんな尊重で。いや、なんで崩れそうになってんの。あ、まあちゃちゃっとどかしますか。ああ、狭いんだよここ。じゃあなんでそこ通ったんだよ。2階から。とお宝を取りに行く前に、またまた視聴者さんから教えてもらったレンチというものを作りたいと思います。そのレンチって何？はい、ここで解説 TV のコーナー。相変わらずほんと怖いな。うわ、黒板降ってきた。はい、今回解説するのはレンチです。レンチは兵器をクリックすることで耐久値の回復、引くとクリックでアイテム化することができます。じゃあなんでさっきやらなかったんですか？勘のいいガキは嫌いです。引っ込んでください。これはひどい。あとプラスチック4個で簡単に作れます。じゃあなんでさっき作った？早速作っていきましょう。はい。フランレイムから賄賂でももらってんの？ 19,990 円。あ、しっかりもらってるし値段がネットショッピングだわ。まず材料のプラスチックを作ります。鉄とガラスで、鉄パイプの完成。で、違う。こう。はい、完成。自己解決。で、こうして出来上がり。ではでは早速前回のゲリラ基地に向かいましょう。にしても前回やられすぎなんだよな。はい、そろそろ見えてきました。見えてきたって真横にあるけど。地獄のマグマが固めて喋んじゃねえよ。あ、なんで地獄のマグマというのかは前回の動画見ればわかるよ。しっかり宣伝すな。はい、真ん中の噴水に到着しました。地面めっちゃボコボコだな。え、モコモコモコレット。あ、見つけました。霊夢といると鼓膜いくつあってもたらんわ。でしょうね。こいつは買ってやってやがる。それではオープン。うわー、すごい。うっ、ここやすげーお宝だな。真ん中にあるのは何？歯間ブラシ？んなわけねえだろ、コツすぎるわ。あ、それは SD-1 っていう人型決戦兵器よ。どっかで聞いたことあるセリフだな。じゃ、この SD-1、かっこ歯間ブラシ。だから歯間ブラシじゃねえか。うは、結構でかい歯間ブラシ。歯間ブラシじゃなくて？人型決戦兵器です。よろしい。それもなんか違う気するけどいいわ。戦車オタクから見てこのでかい大砲は KV-2 の砲塔っぽいわね。私は大砲よ。はい、早速乗ってみました。うわ、本当に典型的なロボットだ。てか足の動きも。今回はこれを使いません。サムネイルにもなってるけど使いません。使うと見せかけて使いません。使いたいけど使いません。なんとなくやっぱり試し撃ちだけするわ。なんなんだよ。じゃ早速飛行発射。いや、爆発範囲広くない？さすが152mmだわ。てかリロード早。もう撃てるじゃん。あ、ちなみに右下に UI があるよ。見た感じ 152mm 突貫銃。突貫砲が撃てるみたいだな。こりゃ最高だわ。はい、というわけで早速今回の本題に入っていきましょう。今回は何するの？前回ゲリラに触れたから今回はテクトピアを進めていくよ。霊夢にしては珍しく両立できてるな。うっさいわね。で、何作るの？前々回にも説明した通り、村人たちは自分たちで作ったものを使用すると物持ちが良くなるのよ。で、自給自足をさせるための一歩として植林場を作ろうかなって。なるほどな。まあツール作りの基本材料だからさぞかし立派なものを作るんだろうな。完成しました。は？めちゃくちゃしょぼいやんけ。いや、これは立派な植林場ですよ。どこだだよ。だって苗に終わってるし、期待した私がバカだったよ。そうだよ、バカバナナ、アコバナナ、クソバナナ。ということで今回で霊夢の出演は最後になります。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、冗談です、許してください。で、あんたいつの間にそっち側についたのよ。え、今だけ。おはい、ということでお次は鍛冶屋を作るわよ。あれ、お前まだいたの？ちょっと話進まないからバナナは出荷してて。この野郎覚えとけよ。で、鍛冶屋はどんな役割があるの？いい質問ですね。これはご返還ですか？いいえ、使用です。何の会話してんの？ご本。では改めて説明していきます。待って、今字幕ご飯になってたよ。これはガチのご返還です。早く説明してくれない？
カジヤはみんなご存知プールを生産してくれます。でも実はカジヤ単体では動きません。作るための材料が必要だよな。その通り、カジヤを動かすためには原木と鉱石が必要です。いやどう見ても原木と鉱石ではないのですが、名前書いてあるのでオッケーです。そういう問題か。原木はさっき植林場作ったからオッケーよね。イエス。じゃあ鉱石は？実はブランチマイニングしてくれる食料があるからそれで供給できるわ。で鍛冶職人は原木を木炭にし、その木炭で鉱石を焼いてインゴット、そして村人に必要なツールを生産してくれるわ。意外としっかり手順を踏んで作ってるんだね。そういうこと。わかりやすい説明だけどイメージが増雑すぎない？心の綺麗な人は正しく見えるのよ。じゃあこれは？おだく物質？お前も心汚ねえな。はい、というわけで解説は以上になります。映像はまだ終わってないけどどうすんだ？じゃちょっと告知というか報告をさせてもらうわ。マイクテスマイクテス。ご本。今度はご飯じゃないね。この度第2の目標であった、登録者5000人を突破しましたイエーイ。なんか私だけ今字幕おかしかったよね。は？いや本当にいつも見てくださってる視聴者さんたちには感謝ですわ男。急なお姉口調は嫌われますよ。ということで今度は1万人を目指しますので引き続き応援よろしくお願いします。よろしくだぜ。よろしく。じゃ建物は完成したので動かすためのトークンを買っていくわよ。へいらっしゃい。今日は何を求めて？鍛冶屋のトークン一つ。30エメラルドだよ。はぁー、高すぎやろ。まあさっきたくさんエメラルド手に入ったんで問題ないんだけどね。オーバーリアクション選手権優勝。じゃセットするわよ。鍛冶屋完成。では外観を見ていきましょう。煙突がついてるな。一応鍛冶屋だからね。お店正面には受付があるよ。今回屋根は平べったくしたんだね。イエス、マンネリ化を防ぐためにちょっと変えてみたわ。お次は内装です。まあ特に変わり映えしないよね。作った本人がそれ言ったら終わりよ。まあ適当にかまど置いてあります以上。急にやる気なくなるやん。実はね、建物あるけど従業員がいません。は？いやどういうこと？それこっちが聞きたいんじゃい。いや最近この村に移住してくる人がいなくて困ってます。この村に魅力がなくなったとか？まあこんな村長だもんな。てかなんでまた崩れてんの？じゃ尺が余ってしまったので戦に行こうと思います。あ、流れが前回と同じ。フランコの肩の動きは何を表してるかわかる？いや戦に行きたがってるんでしょ。肩こりを直してんだよバーカ。いや檻能力が小学生。ということで黄昏の森に行きたいと思います。あ、ゲリラ基地攻略ではないんだな。いやゲリラ基地行くとまた行くのかとか言うでしょ。ねなんか無理やり言わせようとしてない？買収しないとダメか。お前は何を求めてるんだ？はい、さあいよいよダイヤを投げ込みます。記念すべき瞬間だね。では入れます。3。あ、間違えた。何のカウントダウンだった？それではレッツゴー。きついわ。ちょちょちょ、やばいやばい。リロードを急げ。うわぁ、たそがれにもゲリラいるなんて聞いてないんですけど。とりあえずロースクリーン入れるぞ。落ち着くまで待機だね。銃声がやんだからそろそろ出てみるわ。さすがにもういないでしょ。チラリ。うわぁ、いるじゃねえか。しっかりと待ちしてやがる。でも一人だからやっちゃうわ。あ、やんで。何してんだよ。ということになったので、戦車持ってきてゲリラ方は濡れて、同盟軍の口見つけて手に奪って、ならば神殿見つけました。うわ、急なダイジェストだね。先週めんどくてダイジェストにしたんだろ。バラさないでください。いや、あってたんかい。というわけで1時間かけて見つけたならば神殿攻略したいと思います。あれ、そんなに時間かかってたんだ。でもその分手強いと思うよ。来やがったぞ。手始めに AK でも暗い。削れ方エップ。またこじってますよ。黙れ。うわは弱すぎだろ。これじゃ全然使えなくなっちゃう。あれ、使わないんじゃなかったの？そんなのためのためになるだろうが、珍しくまともなこと言ってやがる。ということで召喚、さてさてどのぐらい強いのか見せてもらおうか。照準を合わせていくと、待って、なんか勝手に削れてない？発射、さっさっさ。へぇ、やった、討伐したぞ。破壊力えげつないな。いや、こんな簡単に攻略できることあるか？乗ってから約6秒で終わったぞ。まあ一応一番最初のボスだから。確か黄昏の森にはたくさんボスがいるんでしょ？あ、ついでだからそこ解説しちゃいますか。ということでやってまいりました。解説教室。出ました、食風味教室。今回は黄昏の森の仕組みについて。まず黄昏の森にはボスが5体います。多分こいつ本当に先生かよ。そしてさっきも言った通り、決まった順番でボスを倒していかないと、このように結界が張って攻略が困難です。ですので正しい順番で攻略していきましょう。先生、正しい順番を教えてください。ググレカス。は？まず最初にナーガ、そしてリッチ、ヒドラ、ウーガスとアナ雪の順番で倒していきます。うん、違うだろ。これちなみにボスだけではなく、こんな可愛い生き物もいます。今晩のおかずにしましょう。気狂ってんのか。先生、ボスのいるところはどこですか？それはこの魔法の地図を使えば場所が一目瞭然です。じゃあなんでさっき使わなかったんですか？うっせーな。それ以外にも鉱山や迷宮などのダンジョンが存在します。すべて露天掘り地で掘り尽くしましょう。変なこと進めないでください。最後に宿題を出して終わります。チャンネル登録と Twitter フォローしてください。どさくさに宣伝しないでください。はーい、
100稼ぎ終了言っちゃったよ。とまあこんな感じでこれからも投稿していきますのでよろしくお願いします。投稿頻度がクソほど遅いがそれは多めに見てくれだぜ。てかその前に耳元で叫ぶのやめてくれる。はぁ、それってこのこと？そうだよ、それ以外にないだろ。マリサの鼻息。いびきじゃなくて。お前ら何の話してんだ？ということでそろそろ終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とツインタワーよろしく。また次回も見てね。とりあえず霊夢は早急にこの顔なんとかしないとな。だからなんで毎回潰れそうなんだよ。顔の心配はしないんだね。よし、社畜どもゲフンゲフン、村人たちは今日も元気そうだな。うはこんにちは。一緒。はい、というわけで皆さんこんにちは、霊夢です。マリアンヌ・ベリン超かゆいぜ。今回もマリアンヌ・ベリン超キモいぜとマイクラやって。これからウプ主による謝罪会見を行いたいと思います。ご本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。この度は約2ヶ月半もの間、失踪してしまい誠に申し訳ありませんでした。ということで質問ある方。ゴーマカン新聞のフランです。長い間失踪されてましたが何をしていたんですか？自分の立ち絵作ってました。他には？APEX と COD マイクラしていくスカイライン。ありがとうございます。ムラムラ新聞の村上です。今回の件に関して罪悪感とかはありますか？あるっちゃありますけどないですね。すみません、あります。ありがとうございます。では少し早いですが、ミニマイクぶっ刺さって痛いので終わりたいと思います。あざした。というわけで今回もやっていきましょう。霊夢です。マリアンヌ・ベリーチョじゃないマリサだぜ。フランチャイズ。ということで久しぶりでございます。久しぶりすぎて前回何したか覚えてねえな。じゃあ仕方ないから裏作業紹介してあげるよ。いや前回のあらすじじゃないんかい。ということでこの人は学人ですね。そこら辺ほっつき歩いてたんで雇いました。それ誘拐って言うんだぜ。ちなみに何する人なの？この人は村人に歌を披露して幸福度を上げてくれるよ。この村には必要不可欠だな。正直みんな幸福だからいらないけどね。またお客さんだね。この映像見て幸福だと？ドア開けるの下手くそだな。こりゃダメだ。ああそういえば幸福も雇いました。忘れられてるのかわいそう。鉱山で働く人だな。そうそう、でも雇ったはいいものの。まだ仕事が作ってません。じゃあ今日は職場作りだな。そうだね、とその前に鍛冶屋を雇います。この村は危ない匂いがするからやめよろしくお願いします。今日からよろしく頼むよ。はっはっはっは。動揺しすぎて膝がくっついてるじゃん。こいつ膝臭い。は？ということでネザーに行きます。どういうことだかさっぱりわからん。っていうか裏作業ってあれだけ？当たり前だよバーカ。唐突な小学生煽りやめろ。少なすぎだバーカ。うっせぇバーカ。君たち暴言だかしか知らないの？平和な世界だ。いやもうウプ主の出番は会見でとっくに終わってんだから出てこないで。てか今回は幸福の仕事場作るんだろ。なんでネザー行くんだ？言ってない。いやさっき言ってたろ。言ってません。まだ仕事場作ってません。じゃあ今日は職場作りだな。そうだね。じゃあ今日は職場作りだな。そうだね。わかったから。そうだね。もうわかったよ。そうだね。もうわかったってんだろ。さ、何は露天ね。まあ今回はやらないんだけどね。ん？ちなみにネザーには GSD を取りに行くんだよ。何その SDGs みたいな名前。いや持続可能な開発目標じゃないから。お詳しいな。で GSD ってなんだ？ GSD。それは輝く石の粉と書く。すなわち、グローストーンダストのことだ。普通にグローストーンって言えよ。あ、はい。ということで到着。初手要塞はいい感じじゃん。でも目当てのグローストーンはなさそうだな。やったーダイヤだ。うわここまで雑で反応薄いゴマだれ見たことない。なお本人は結構驚いてる模様。いやちょっと待て今ので構成何？全部マシンガンじゃねえか。あーこれは遡ること5分前ついさっきじゃねえか。あー武器何持っていこうかな。シンプルに AK でもいいけど弾薬がそんなにないんだよな。まあたくさんあるから PKM でいっか。リロードしなきゃ弾は無限だぜです。いやですじゃねえよ。なんであんなに PKM があるんだ。お前の非常食か。じゃあ野戦でエリートゲリラだけ倒したらあなった。より好みがすごい。ほっつき歩いてたら出口を見つけました。外ならすぐ GSD 見つかりそうだな。なんそれ。は？あんなところにゲリラが。ちょっと PKM で試し撃ちでもしようかな。帰り撃ちに会うなよ。お前以外とそういう素質あるから。 DJB DJB 何言ってんだこいつ。 DJB は大丈夫ってこと。めんどくさ。まあこんなもんでしょう。 GSD 探しの続きを。
来た。うおい、何してんじゃ。ついでだからブレイズ倒しに来たらゲリラがハッピーセットしてました。はっはっはっは、エイム笑うとこちゃうぞ。あ、違った。っていうかどうするんだよこの状況。レイム、エイムとそれ以外全部悪いから死ぬぜ。エイム、私存在まで否定された。はっはっはっは、てめえ撃ち飛ばすぞ。もういいや、突撃わしないで湧き潰し。バキン野郎だな。エキキン何番。んなこと言ってねえよ。まずはあのゲリラから始末しよう。エイムが完全にポテトに吸われていったけど、とりあえず目標のポテトはドロップしたね。あとは右のやつを倒そうぜ。ラジャーリジャーロジャーって誰知るか。ポテトカッコ。あとはゲリラだね。オラオラオラ、起きて破りの腰打ちなめんな。外しすぎでは。うん、任せて。草。あとは湧き潰しと残党狩りだ。最後のポテトを食べてっと。完了。どう見ても食べてないけどな。ちょちょちょ、見て見て、子供のゾンビピグリンだよ。うお、かわいいな。最新バージョンではもういないから久しぶりに見たね。本当に食べちゃいたいぐらいかわいいわ。いや、その言い方は食べ物としてしか見てないやん。とも食いだね。え、ということでようやくちょうどいい位置に見つけました。てか、そのグロウストーン何に使うの？いい質問ですね。これは前回のパートで説明した魔法の地図を作るためだよ。あ、ダンジョンの位置がわかるってやつか。そうそう。じゃあ今回も黄昏に触れる感じなのかな。いや、今日は滑走路を作るよ。ネガー関係な。はい、というわけで新コーナーやっていきますよ。滑走路じゃないんかい。いや、一番面白いシーンは最後にした方が視聴維持率モデルでしょ。メタ発言すな。で、このコーナーはどんなことするの？ここでは村人がどのように働いてるか生態観察するコーナーだよ。危ない科学者みたい。まあ、いろんな職業があるからどんな風に働いてるか見るってことだね。そういうこと。じゃ、今回は新しく雇った鍛冶屋を観察していこう。何してんだ？今日のせいか、鍛冶屋は自分でドアを開けられない。これはひどい。仕方ないから開けてあげるよ。入ってったな。ようこそ私の村へ。言うタイミング今じゃなくない？さて、どんな仕事ぶりを見せてくれるのかな？今のとこか窓に木炭入れただけだね。燃料入れるだけ入れて何も焼かないぞ。あ、甲府の職場作ってないからそもそも焼くものないわ。何してんねん。そんなボンミスする人いねえよな。お前以外はな。まあ観察は終わったわけじゃないから。鍛冶屋どっか行っちゃったよ。追ってみよう。じゃ、今度こそ本題に移りますか。開始6分でやっと本題か。滑走路はどこに作るの？ここのちょうどいい空き地を有効活用するよ。友軍の基地を使うなんて鬼畜の所業やな。じゃ、この戦車でテントを解体していきます。霊夢道徳って知ってるか？どう私が得するかってことでしょ。知らないそうです。突撃ってあれ、このテント壊れないんですけど。カーボン素材なんじゃね。んなわけあるか。なんだよ、せっかく気持ちよく掃除できると思ったのに。そんなとこで性を実感すな。結局ハサミでちまちまやるんですか。これだとさすがに時間かかるな。燃やせばよくね。え、道徳知らんやつここにもおったわ。これなら楽ちんちんですな。隠しきれてないんよ。はい、というわけで整地終わったので建築はダイジェストでお送りします。ちょっと待って、この滑走路短すぎね。絶対前の丘に激突するだろ。いやいや、普通に飛べばこうだけど。こうやって飛べばいいやん。バカなの。まあ、うまいこと飛びますわ。事故っても知らんぞ。ということで、お次は前々からやりたかった、とに返しやっていくぜー。あ、今日も耳が壊れるぜ。お前もいつ食べてる？いや、食ってねえよ。5本。とりあえず今回から米返しもやっていくから、みんなどんどんコメントしてってね。よろしくだぜ。ということで、前回の総集編より抜粋。ほんとゆっくりマイクラ実況者で一番好き。茶番多めがしっくりくるんよ。いや、本当にありがとうございます。茶番多めは賛否あるけど、これからも少し多めでやっていくぜ。このコメントに対する周りの反応。正解。この赤まんじゅうとバナナ面白すぎだろ。嬉しいけど、バナナというのは見過ごせないな。このジジイ。ジジイじゃないねん。Fuck you。この二人混ぜるな、危険。その村人モッドの入れ方を教えてください。まずは検索からのテッドピアモッドの配布されているサイトに行きダウンロード。それをモッドフォルダにぶち込むだけです。出てきちゃってんじゃねえか。ベリーじゃなくてベリーだと？このシーンのことだね。シーン。分かった日は認めるから、その視線やめて。いや、でもね、正直どっちも一緒だと思うんだよ。全然違えよ。以上で米返し終わります。本当にたくさんの応援コメントありがとうございました。コメントや登録者数がモチベにつながるから助かるぜ。ということで、滑走路もできてきたみたいだね。あとは少し装飾をして完成です。じゃ、今度はお待ちかねの兵器を作っていきましょう。作るのはいいけど、以前のヘリコプーみたいに速攻で壊れるのはやめてくれよ。ヘリコプーが何か知りたい方はパート4見ればわかるよ。好きやらば宣伝やめろ。ということで、今回はこいつ、 F16 戦闘機、アメリカの第4世代戦闘機だね。今回は必要最低限の情報あるんだな。いやいや、このぐらい当たり前でしょ。その当たり前ができてなかったんだけどな、お前。せっつ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 以上です。なんか夢に出てきそう。なんで？さっき一瞬しか映らなかったから、この場を借りて紹介。ヘリコプージュニアです。相変わらずセンスねえな。このままだとダサいから略してプーニコで。余計ダサくなってるやん。プーニコってプーガニコみたいじゃねえか。やめろ、それ以上言うと著作権でめんどくさくなるから。はい、解散。
はい、というわけでお待ちかねの戦闘機タイムです。うわ、結構大きいな。あれ、滑走路足りる？気合でなんとかします。で、せっかくだしこいつにも名前をつけようぜ。名案ですね、マリアンヌ・ベリーちょんまげ野郎。誰だそれ。実はもう考えてあります。命名、FF15。いや、ちょっと待て、それファイナルファンタジーだよな。あ、間違えた。FF15 ベンチマークだった。は？ベンチマークっていうのは PC の性能を測るやつね。いや、誰がわかるねん、そんな際どいの。ほら、言ってる間に離陸するよ。名前つけるとか言わなきゃよかったぜ。おーおー、めっちゃ早い。超粒子が綺麗じゃんか。こりゃすごいな。戦闘機だから武装してるんでしょ？もちろん、20ミリ機関銃とロケット、フレアが撃てるよ。これ乗ってたら怖いものなしだな。撃てー。うっはかっこよ。これがあれば霊夢の家何個でも破壊できるな。あんたは何考えてんの？これはロケットだね。かっこいいでしょ。これなら霊夢の家一発で破壊できるな。変なとこでコスパ意識すんな。いよいよ着陸するよ。ヘッドプだけはするなよ、今回ばかりは私たちも乗ってるんだからな。心配ご無用。待って、今地面かすってなかった？根性で止まれー。あ、殺す気か？すみませんでした。というわけでいかがでしたでしょうか。私の華麗なる航空ショーはマジでうんち、当分やらないようにします。ということでそろそろ終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントやツイッターフォロー待ってるよ。それではまた次回お会いしましょう。せーの、バイバイ。何さ、無理しなくていいよ。 I'm sorry ヒゲ sorry。 お前反省する気ないだろ。あ、どうも、ひき肉です。え、マジで誰？あ、それ最近流行。ということでやっていきましょう。皆さん、お久しぶり。ブリブリ大根ですわ。しょいて。てか、お前何そのコスプレ。最近の流行りよ。流行ってるのは知ってるけど、なんか履き間違えてないか。そんなだとこうしたくなるよな。ならねえだろ。じゃあ今回はアイビキとマリサと3人か。はい、否定しないんだな。では気を取り直して、今回はハンバーグを作っていきますよ。は？卵でキュウリをサンドしてラーメンの完成です。わけわからん。美味しそうに見えないだろうな。ということで少々騒がしい導入になってしまいました。久しぶりの編集でかなり吹っ飛んでるけど気にしないでくれ。なになに、久しぶりリンコ言ってねえよ。ということで今回はみんな大好き愛すべき存在のどこも作っていきます。お前の恋愛対象は家だったんだな。マジかよ。んなわけあるかよ、私は筋肉一択よ。は？は？ん？どうでもいいから映像の説明を求む。正規中です。それは見ればわかるだろう、頭腐ってんのか。はい、この通り。これ映しちゃいけないやつだね。はい、モザイク入ります。いつまで茶番続くんだよ。へ？ではそろそろ真面目にやりますか。久しぶりに聞いたそれ。もう真面目じゃないんよ。ということで今回は拠点を作っていきます。今まで屋根裏部屋みたいなとこだったからね。霊夢にはお似合いだがな。あんたバナナ買って出荷するわよ。I'm sorry。なんか調子狂うな。まあとりあえず屋根裏じゃ狭いし色々不便だから本拠点を作ろうってわけ。なるほど。一つ聞いてもいいですか？いやです、どうぞ。失踪していた理由をお聞かせ願いたいのですが。あ、なんだそのことか。それならこいつに聞いてくれ。もうチャンネル名茶番 TV とかにしたらどうだ。この度は動画投稿サボってすみませんでした。サボった経緯または理由を教えてください。シンプルにモチベがない。ゴミですね。ありがとうございます。モチベがない時に編集しても面白い作品が作れないので。だったら休止告知でもすればよかったんじゃないですか。忘れてました。死んでください。ありがとうございます。ということで今回から1ヶ月以上投稿が開く場合にはしっかり告知をさせていただきます。次回活動休止なんてことにならないようにします。あと今回から投稿頻度を上げるために10分未満の動画が多くなるかもしれませんがご了承ください。保険かけてきたな。ちくわでも食ってろ。え、何今の動き。ということで家作ってる間暇なので米返ししていくぜいや今からかよ。コメント半年前って頭悪くないか。頭悪くないか。確かに。ではやっていきましょう。あ、やるんかい。では前回の動画から抜粋。新シリーズ活動おめでとうございます。また先行さんの動画が見れて嬉しいです。ありがとうございます。あ、ちなみに新シリーズなんてものは存在しなかった。新シリーズ開始した瞬間に失踪したからなこいつ。でへ、ペロ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 。重曹のど詰まらせていきまよ。では次。ウボツです。前作は捨てたんですか。失踪かと思いました。好きなので頑張ってください。もう大好きです。中学でキモいぞ。新シリーズ活動おめでとうございます。編集うますぎです。次回楽しみにしてます。ありがとう。次の投稿が半年後になるということをまだ彼は知らない。ブリ大根。ごめんて、字幕とか調子うますぎない。水の中で話すのやめて。初見です。面白かったので次回も頑張ってください。チャンネル登録失礼します。
ゲリラモッドシリーズもゲリラシリーズは今ゲリラシリーズまだかな。これはもう打ち切りなんてしませんよね。みんなこんなに楽しみにしていてくれたなんて。熱お前の投稿頻度には知らないんだけどな。誰がうまいこと言えと。うまくねえだろ。ということで米返しはこの辺にしたいと思います。皆さんたくさんのコメントありがとうございました。半年以上も遅れて申し訳なかったぜ。ごめんなさい。そんなことできるの。誠意が伝わるな。いや伝わんねえだろって数だけじゃない。村役場の湿気多めの屋根裏で生活していた村長。なんということでしょう。村人の血税を不正に搾取し建築した豪邸に生まれ変わりました。え、私そんなことしたの。玄関先には霊夢村長の銅像がお出迎えしてくれます。こんなごつくねえわ。結構似てるな。は？今までの駐車スペースは花壇に突っ込む形だったのが、なんと今は大型車が止められるほどのスペースが用意されているではありませんか。これはいいわね。ちょっと待て、花壇というより家に突っ込んでるやん。スペースがなくいびつな作りをした階段。そしてその先には自称村長が暮らすとは思えないほど狭い生活スペース。自称？それがなんということでしょう。とても広い空間に生まれ変わったではありませんか。おお。そして匠の気遣いにより LED ライトが設置されています。ここには6連ラージチェスト DX があります。なんだそれ。そして開放感を出すため屋根裏の大部分を削り、吹き抜けとなり、こちらには6連ラージチェスト DX があります。どういうことだよ6連ラージチェスト。そしてこちらには5連かまどプロマックスカッコプロトタイプがあります。 iPhone みたい。でもただのかまどなんだよな。尻搭載されてないかな。そして右半分はゲリラ関連の武器が設置してあります。これはとてもロマンあるよな。ちなみにあまり実用性はありません。一番言っちゃいけないやつやそれ。そして寝室である3階。なんということでしょう。欠陥住宅ではありませんか。さ、なんかだんだん雑になってきたわね。そしてこの寂しいベッド、まるで霊夢のようです。と突き回すぞ。これも匠の気遣いでしょう。よし匠を身に沈めるか。あり、やめて。そしてこの開放感あふれる出入り口、誰でも大歓迎のようです。最悪じゃねえか。普通に敵入ってくるわ。あり、ありじゃねえよ。この広さはまるで霊夢の心のようです。許す。手のひらクイックルワイパーだな。そしてこの大豪邸を見た依頼主の霊夢村長もこの表情、とてもご満悦のようです。いやどこが。ちょっと待て、なんで長時間白目指し選手権の写真使ってんだよ。全然ご満悦じゃねえだろ。ちょい待ち、なにその選手権一人死にかけるし。てか私が家見てした表情はこっちに。いやどういう感情だよって書き換えは。とてもご満悦です。この顔が微妙って感じじゃん。まあ実際はこっちなんだけどね。ちょっと喜んでるやん。ぬは本物持ってくんな、恥ずかしいだろ。可愛いかよ。うんち漏れそう。なんで。よっしゃ、紹介も終わったことだし早速駐車スペースに車止めよ。今回は何作ったんだ。じゃじゃーん、ハンビ。いわゆる装甲車だね。へえ、あれあんま興味ない。でもなんか可愛いね。ライブでフォルメ化されてるからな。では早速を駐車していきますよ。なんだお駐車くれます。ピーバイ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 します。うるせえよ。新築壊すとかクリーパーやん。じゃあ意味確認ってこと。だったら崩しないとな。嘘です。駐車スペースあっても止められなきゃ意味ないんだよな。完全に設定ミスだな。ペロ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 。それはもういいって。結局どうするの、ここのスペース。あっちゅ、なんで死ぬ気があっちなんだよ。土管でも置いといたら。こんなイメージ。いやそれだとドラえもん死につく。あー確かに。二人で意味わからん会話するのやめて。じゃ仕方ないからとりあえず家の横に止めとくか。思いのほか車両の当たり判定多かったな。家の1階部分全部使えないって。まよっしゃ、あとはサムネイル用にマイハウスイズベリーハウス撮ってエンディング撮るか。よっしゃ、あとはサムネイル用にマイハウスイズベリーハウス撮ってエンディング撮るか。私の家はとても家です。いちいちうるせえよ。仕方ないでしょ、食が足りないんだから。さすがにあからさますぎるって。てかまだここ直してないのかよ。欠陥住宅じゃん。撮影時気づいてないので。はい、ということでやっと終わりました。お疲れ。ってなんだその格好は。いやお腹冷やすと良くないって昔ババアが。だからってこの格好はないだろ。こっちまで恥ずくなるわ。これはだいぶ強い。しかもここも出してね。なんか黄色いって。もういいからとりあえずその格好はやめろ。話が進まんわ。はい、ではこのくらいにして今回は終わろうと思います。長い間投稿期間が空いてしまって申し訳なかったぜ。では今回はここまでモス。ご視聴ありがとうございました。モス。なんだそのモスって。モズク。はい、というわけでこんにちは、うんちです。機械からどっか行け、フランス語。というわけで今日も京都帝大なる霊夢村長が村を発展させていくわけなんですが、偉大なる村長は村の血税で豪邸建てたりしないぞ。そんなことは置いといて早速動画外でやったことを紹介。ダメだこいつ。あ、血税搾取豪邸が気になる人は前回の動画をチェックしてね。もう自分で言っちゃってるのよ。あ
ということで冒頭に少し映ってたけど役場を少し改造しました。より役場らしくなったな。テストの中を覗いて、てか霊夢嫌われすぎじゃね。みんなそっと向いてる。恥ずかしがり屋なんでしょ。ちげえよ、お前が勝手に鉄税使ったからだろ。あとはネザーゲートを移動したり、3階に黄昏ゲートを移したり、設置ミスを直しました。欠陥住宅だったもんな。気になる人は全開で。今回は何をするんだ。今回は少し問題を解決しようと思いまして、ほうやっと気づいたか、霊夢が未だに引き抜くなことに。霊夢は頭悪い。そういうことだ。そういうことだ。で違うんか。絶対それだと思った。そこまで大きな問題ではないだろ。問題だけど、どっちやねん。これを見ろ。ベッドが少ない、ダイヤがない、金もなければ金もないという状況なんですよ。最後だけ悲痛な叫びだったな。まあ物資不足は分かった。結果的に何するんだ。クアーリーを作るためのダイヤ金をゲットするためのゲリラ攻略に行きます。なんだそういうことか。ということで準備の間、少し今後の方針を説明。ということで、これから村を発展またはゲリラ基地攻略をするにあたって物資が足りない、その問題を解決するためのクアーリー露天掘り計画について説明していきます。質問、クアーリーって何ですか。クアーリーとは指定した範囲を露天掘りしてくれる機械です。でクアーリーを動かすには動力源と倉庫が必要になります。まず動力源はそこら辺に湧いてる原油を採掘する。そしてその原油を生成してクエンジンを動かす。それでできたエネルギーでクアーリーを動かします。結構大変そうだな。次は倉庫は露天掘りした際のアイテム保管庫です。ただチェストを置くのではなく、パイプラインを作り、アイテム運搬が効率化された倉庫を作ります。なるほど。でクアーリーやエンジン、パイプを作るためにダイヤやレッドストーンが必要になります。そこで今回はゲリラ攻略で最低限の資源をゲットしようってわけ。じゃあ今後の流れ的にはゲリラ攻略、エネルギープラント建設、倉庫建設、クアーリー指導って感じか。その通りだ。マリアンヌカムレ君、誰だよ。まあ今回には当然収まりきれないから、パート分けしてやっていくよ。では解散。これよりゲリラ基地制圧にあたって作戦会議を行う。今回の舞台は海上。ゲリラ駆逐艦2隻の制圧が目標になる。この駆逐艦は主武装に AK-130 速射砲2門、副武装に 20mm 対空砲や固定機関銃が備えられている。これらを踏まえて2つ案がある。1つ目は遠距離からの砲撃、8.8cm 砲などを使い砲撃を行い撃沈させる。2つ目はヘリでの主武装破壊の後上艦士内部から制圧。どちらにせよ主武装を無力化しなければ近づくことすらできない。 130mm 砲なんて食らったら即死だよ。1つ目の案は新たに砲を作るということか。ああそうなるとコストがかさむな。では2つ目の案でいくか。2つ目の案だとヘリは対空砲で迎撃されるぞ。確かに低コストで主武装を破壊し上艦の後内部から制圧、それができれば理想だな。 7.5cm の対戦車砲ならどうだ。コストは低いが威力がねえ。沈めるにはいかないが速射砲ぐらいなら破壊できるだろ。てか沈めちゃ資源回収できないじゃん。ではそれで行こう。だが上艦はどうする。そこはクルーザーがいいかと。高速戦闘艇か。それなら攻撃を受けても近づけそうだな。ではまとめよう。目標付近までヘリで移動の後対戦車砲で主武装を無力化、後クルーザーで戦士から内部へ潜入。何か質問はあるか。なぜ戦士から。戦士の方は四方しか武装がないからな。四方さえ叩けば戦士は無防備ってことさ。なるへそ。今回使用する武器は AK-47 MP5 MH-891 で行くぞ。了解。以上ここでの話は機密情報だ。多言しないように。ラジャー。作戦開始時刻は明日の0800より。気を引き締めていこう。では解散。目的地到着。敵艦目視で確認。了解。今回の作戦班は霊夢と私が突撃班、フランが無線にて補佐って感じか。まあフランも一緒に行ったら足で向かうだしね。聞こえてると聞きにくわんな。うわびっくりした。避け方気象。おいおい遠足じゃねえんだぞ。それよりさっさと飛行破壊しないと気づかれるから。そうね。では攻撃開始。はぁ、あ、どこ行った。何もない空間に飛んで行ったけど、これダメだ。この対戦車砲じゃダメだ。まっすぐ飛ばない。こうなったらおいどうするつもりだ。クルーザーで無理やり潜入してやる。そりゃ無茶だろ。いやいけるさ。 130mm なんてかわしてみせるわ。おいで遅く 950m を避けるわけね。ほら行くぞー。ってあれ意外と撃ってこないじゃん。なんだよマリサもビビリだな。私は待ってるから一人で行ってこいだなんて。今回の成果は私一人占めか。やばい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 。言わんこっちゃねえ。助けてマリアンヌカミレッキ。あーそうか一人で頑張れよ。嘘ですごめんなさい。何でもしますから。ってやばい本当にやばいって。誰かヘルプ。フラン衛星兵よ。うわこちらマリサ、本部へ通達、ゴミ回収完了、繰り返す、ゴミ回収完了。了解。あーまさかあんなことになるとは。頼むぜ本当に。一応お前作戦リーダーだからな。おほほそうだったそうだった。名前の響きかっこいいよね。これ務まらんわ。てかちゃっかり外してるし。
総選完了、照準よし、ファイヤー。目標に命中、やっと当てたか。うるせえよ、ファイヤー。目標に命中、目標撃破を確認。よっしゃ、では乗り込みましょう。追い後部の方は破壊しないのか。めんどくさいのでしない。作戦会議の意味ないじゃん。クルーザーがない時点でモーターですよ。ごちゃごちゃうっさいね。現状はお前だけだな。こういう時はボートで行くんですよ。スリルとかよ。いくら思考がないとはいえ普通に撃たれるぞ。まあまあうまくかわしながら近づきますよ。撃たれてるってなんかレイムに寝てるな。 FPS ゲームで経験済みなんて今のでさらに信用なくしたわ。なんて残り12メートル。レイム早く寄せて射線切ってくれ。言われなくともほら腕力じゃよし。ここまで来れば大丈夫っしょ。こっからはツルハシで穴開けて侵入します。バーチン没する。マイクラなので茶番はいいからさっさと掘れ。こちら霊夢、これより艦内の撃滅を開始する。了解、検討を祈る。左よし、右よし。クリア、クリア。マリサ、準備はいい？とっくにできてるさ。よし。うわぁ、予想じゃない、打てない。おい、セーフティーは解除したか。おっと、忘れてた。マジ頼むぜ。ふん、いざ勝負。こいつ方、強引すぎるって。頼むからやられるなよ。通路クリア、手前の部屋から順に潰していくぞ。了解。ワンダウン、ナイスショット。クリア、クリア。次行くぞ、そこのドアだな。いや、後ろからの奇襲が怖いから先に上を行く。あいよ。ワンダウン、後ろにもう一人。クリア、クリア。どつかすぎる。先にスポナー破壊だ。おいよ。よし。クリア、クリア。ではさっきのとこ。うわ、スノード、中にあと二人だ。了解。よし、クリア、クリア。残すは艦板上だけだな。艦板には先ほど動員部隊が派遣された。注意せよ。マジかよ、艦銃もあるからな。霊夢、右だ右。ナイス、上行くぞ。ちょっと待て、上には艦銃が。いた、痛い痛い。おい大丈夫か。こっちは平気。あんなに闇に突っ込まないでくれ。ダメだな、さすがにこれは足止めか。いやー、敵地のど真ん中で寝るやつがおるか。むにゃむにゃ、無線越しでむにゃむにゃ言うな、気持ち悪い。たくこの班ダメだな。くそ、増員のせいで脱出すらできなくなっちまった。本部より通達、艦内のチェストに RPG があるとのこと。探し出し脱出に役立てよ。危な、おい、この船はぶっこじゃないんだぞ。そんなものがあるわけあるじゃねえか。これならなんとかなりそうだな。自爆さえしなければ。 RPG で自爆、うっ、頭が。これなら脱出できそうだ。当たったか。きっと目標撃破。霊夢、よけろ、狙われてるぞ。そ、敵味方関係なしかよ。相手はゲリラだ。そんなのお構いなしだぜ。ほら、外したな。時弾装填、次は撃たせるなよ。当たり前だ。きっとナイスショットだ。 RPG で機関銃ごと破壊してやる。ほら、やったか。山田だ、隠れろ。やばい、もっと時弾を抑えて行動しろ。これでどうだ。きっとやったみたいだな。そのままウィンを落とせ。危ねえ、霊夢を警戒しろ。わかってる、先に艦長を。艦長を制圧。一からすぐに動かして。言われなくともやる。本部より通達、敵増員が向かっている。はい、というわけでボロボロになって帰ってきました。いや大変だったね。で、目標の物は回収できたの？資源集めどころか撤退すらままならなかったぜ。まあそういうことでダイヤレッドはないです。え？もう一度言うね。ダイヤレッドストーンはないです。じゃ無駄足だったじゃねえか。まあまあ落ち着きな。そうだ、落ち着け落ち着け。つかねえよ。お前もそれできるのな。まあ戦闘に行って弾薬倍になって帰ってきたからいいんじゃないか。まあ何もないよりマシか。ところで霊夢、なんでございましょう。一応艦内は全て探索したけど、ダイヤモンドなんてどこにも見当たらなかったよな。実はあの駆逐艦にはですね、元からダイヤなんてなかったです。ごぼごぼごぼ、ごめんなさい。ここに露覚した130ミリ砲があるよ。王朝と試し撃ちがしたかったんだよ。なあ、レイムくん。やめてください。何でもしませんけど、あとフラン余計なこと言うんじゃねえよ。なんで？前回
のあらすじ。資源不足解決のためグアーリー計画が立案。グアーリー計画には最低限のダイヤやレッドストーンが必要になる。それを解決するためにゲリラ駆逐艦の撃滅に乗り出した。しかし霊夢を作戦リーダーにしたせいかうまくいかず。って余計なこと書くなよ。いや事実だろ。その後半ば無理やり上艦潜入に成功。船内の撃滅を開始する。しかしゲリラ側の反撃が強く脱出さえ困難に。そこで急遽撤退作戦が開始される。ゲリラの増員部隊もあり苦戦したが無事脱出。撤退に成功する。苦境を乗り越え生還したが目標は達成できず、悔しさのあまりも引く気をした。あ、どうも、霊夢に安心ドローリングです。誰だよ、フランチャコルタ。というわけで今回もグアーリー計画をやっていくわけなんですが、ちょっと待て、計画を進めるには最低限ダイヤレッドが必要なんじゃなかったか。はっはっはくさ、何がだよ。迷える子バナナよ。違くぞ、これを見よ。頑張って集めました。お偉いじゃないか。絶対クリエイティブ使った。とかいうクソガキうんこにはしっかりと証拠がありますので、普通にうんことかいうやつの方がクソガキなのでは。図星じゃん。とまあ裏でブランチしてダイヤレッドを集めたって話。これだけあれば当分は大丈夫だろうな。証拠は？うるせえな、ナスにすんぞ。どういうツッコミ？というわけでブランチの証拠、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 演者台です。待て、一つ違うの混ざってなかった。というわけで今回はグアーリーを動かすためのエネルギー工場を作っていきます。グアーリーを動かすには確か動力源であるエンジンが必要なんだよな。その通りだよ、マリアナ海溝くん。マリサだぜ。でそのエンジンを動かすための燃料を作る工場ってわけ。グアーリーまでまだまだかかりそうだね。では建築会ということでやることは一つ。お願いししていたー。はぁ、ということで前回と前々回から抜粋。7ヶ月間も動画投稿が来なかったからリタリスマーコーダーからもうエンジンは忘れてました。よろしいしけいだ。半年以上も空いたのに動画見てくれる視聴者さんには感謝だぜ。本当にありがとうございます。なんて、私までリアル筋肉。うるせよ。本当の作戦みたい。あと駆逐艦の中に弾薬や武器がありますよ。ありがとうございます。武器や弾薬は動画に映ってないがしっかり回収したぜ。ダイヤなかったのね。マジウケる。本当草越えて森越えてアマゾン不可避ワロタンバリンシャンシャン。皆さんたくさんのコメントありがとうございました。ほんと励みになるから助かるぜ。次回もコメント待ってるよ。ということで米返しはこの辺にして完成までカット。というわけで完成しました工場です。待って、登場雑すぎない？意外とこじんまりしてるね。と言っても紹介するとこなんてないんだよね。ないの？だって中身これよ。ないやん。ということでこれから工場として動かせるように機械類を作っていきます。ここからはテンポよく機械たちを作っていくよ。まず液体保管用のタンク。棒4つで中間素材の歯車。それを丸石で囲って石の歯車。さらに鉄で囲って鉄の歯車。あとは鉄の歯車となんやかんやでポンプの完成。あれ？こうか、こうだな。どれだー？ポンプの完成。なかったことにすんなや。ちなみにポンプは液体を汲み取ることのできる機械です。じゃあそれで原油を取るんだね。そうそう。お次は木の歯車とその他で木エンジン。木エンジンってそれでグアーリーを動かすの？綺麗よかす。私なんかした？してない。おい。では少し解説をします。まずは木エンジンから。木エンジンは主にアイテムを排出、または液体を排出するのに使います。じゃ結構必需品だな。手の見た目悪いね、霊夢みたい。もうそのネタ飽きたぞ。これは当分言われるな。次は石エンジン。石エンジンは石炭で動かすことができ、簡単に言えばかまどでエネルギーを生産できるみたいな。じゃ燃料はマグマとかでもいいのか？そういうこと。お次は鉄エンジン。鉄エンジンは石エンジンの上位互換で燃料も効果。しかしエネルギー生産量は機械値。グアーリーを動かすには鉄エンジン一択ってわけ。燃料以外にも水が入ってたがなんでだ？鉄エンジンに関しては熱が発生するから冷却用とそして水が必要なのよ。ちな燃料、水ともに常時供給が必要。うわめんどくさいな。でも石エンジンと比べるとわかるが鉄は早いな。ついでにパイプの種類も解説していくよ。まずパイプには大きく分けて、アイテムパイプ、防水パイプ、エネルギーパイプがあります。そして今映ってるのが木パイプ。木パイプは主に搬出用。テストからアイテム出す時とかに使うよ。お次は金パイプ。アイテム用は運搬速度上昇。防水とエネルギーは容量がパイプの中で一番多いです。なのでメインで使うのは木と金パイプかな。以上、他パイプは登場したら解説します。ふわー。鉄歯車を金で囲って金の歯車。え、待って何今の？それをダイヤで囲ってダイヤ歯車の完成。こりゃコスト高いね。お前らはさっきの新品にならんのか。やめよ！ダイヤ歯車とあれこれでディスティラーの完成。何それ？これは原油を生成する機械だよ。で今度はと防水パイプを作りたいんだけど防水剤が必要みたいだね。じゃまずそれを作らないとな。スライムマタワサボテン。サボ、サボさん言ってねえよ。では野生のサボさん取り行きますか。だから違うっつーの。
ということでそこら辺の戦闘機で砂漠探します。あ、これから砂漠探すんだな。てか滑走路短くて離陸できないんじゃない？倉庫は私の腕でカバーよ。お前がカバーしたらバカになるだろ。マグタン1枚。お前ら海に沈めるぞ。てかまあ実は正規して滑走路延長したんだよね。腕に自信ないじゃん。保険よ保険。達成。というわけで離陸。おい今の動きなんだ？そこら辺の戦闘機だからじゃない？ダメじゃねえか。不意到着しました砂漠です。しっさ、文句言うな。ここまで来るのに結構大変だったんだぞ。いやそうでもなかったか。自己完結。ってちょい待ち、なんか変なの映ってなかった？あ、ごめんサボテンかと思ったらサボさんだったわ。いやドクドク。あ、見てボサね。何言ってんだ。早くね。サボテン以外なんもないからね。はい、着陸します。大ショック指定。事故る前提じゃねえか。着陸成功。いや、なんもないんかい。あった方がいい？いらんわ。ということで、緑の染料をクラフトして防水剤。それをパイプと合わせて防水パイプの完成。次はレーザー加工装置を作るよ。なんかかっこいいな。えへへ、それほどでも。お前じゃねえよ。これからテレポートパイプを作りたいんだけど、それを作るにはレーザー加工が必要なんだよね。なんそれ。テレポートパイプはその名の通り中身をテレポートできるパイプだよ。遠くへのアイテム輸送とかに使うかな。で今作ったダイヤパイプは仕分け機能のついたパイプ。テレポートパイプはこれが中間素材になるよ。バカみてえにコスト高いな。まあ作っとけば便利だし。では材料揃ったので移動。というわけでこれから機械たちを設置してくよ。まずはレーザー加工装置から。レーザー加工台、パイプ、パイプ、レーザー照射器。3つも作ったの？実はレーザーは多ければ多いほど早く加工が終わるのだ。なるへそ。作りすぎてごまかしてるんかと。そんなことしねえよ。次は石エンジンを設置してきます。レーザー加工するにはエネルギーが必要だからね。そこにも機パイプなのか。一応エネルギー搬出するとこだからね。てかエンジン系は機パイプとしか繋がらないから、小屋慣れるまでこんがらがりそうだな。ブロック置いて、レバーセッツ、赤い石ドーン、燃料ドーン、パイプバーン、壊して。え？パイプじゃん。何がしたいの？高さ上げた。理解。で、レーザー加工で作れるものは基本チップ。で、テレポートパイプには水晶チップとダイヤチップが必要なんです。めんどいです。本音出てるって。では早速スイッチオン。動きました。動いてるな。リアクションないんかい。動いてるね。脊髄反射みたいな反応やめろ。レーザー加工はこんな感じ。ビーム出てるな。お前ら感情どこ行ったよ。イエーイ、みんな乗ってる？気を取り直してチップ作ってる間に他のことを。原油用と金オイル用のタンクを設置しました。方向見るとだんだん工場っぽくなってきたな。なんか出た。霊夢か。じゃあこのように加工が終わると精密機器なのに外に投げ出されます。隣にチェストを置けばそこに入れてくれるよ。なるほど。次は原油生成装置を作っていきます。やっと本題だな。石油用タンクからパイプ、そっから金パイプ、生成器パイプ、金オイル用タンクに接続。そしたら丸石と砂利で構造パイプ、それをクラフトしてパイプ線の完成。これはパイプ同士繋がって欲しくないとこに使うよ。次はガラスイカスミ赤石で虚無のパイプ。これはアイテムや液体を存在ごと抹消するやつです。急に怖いな。これに関しては全く科学的じゃないね。確かに。で石油生成するときに残油が出るよ。加工次第では再利用できるけど今は廃棄で。だから虚無のパイプ作ったんだな。ちなみにこれも防水加工必須で、繋がって欲しくないとこにパイプ線。見た目すっきりね。テレポ完成。セッツ、セッツ。テレポは送る側受け側両方に必要です。そして UI でそれぞれ設定ができます。工場側は受け側なのでレシーブオンリーで。そしてグッチャにならないよう周波数を設定します。で原油を見つける。ブロック積む。てっぺんにポンプ置く。ここが緑になったら OK。 多分アバウトだな。エンジン設置。ここは機エンジンでいいんだ。そうだよ、なんでか知らんけど。解説者しっかりしろ。パイプ、パイプ、テレポ設定。チャンクローダー設置のためにチャンク確認。わからんくて大変なことになってるぞ。所定のチャンク内にローダー設置。ちなみにチャンクローダーレシピはこちら。今ならテレポもつけて 30% 安く見せかけてクソ高いやんけ。頑張っております。はしご忘れたんか。狙撃。え、うわー、グフ、つまんな。やかましいわ。帰ってきました。ちゃんと送られてきてるな。どん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 溜まってますね。気温気も熱い。では早速原油生成していきますよ。さっきからトイトイ叫んでるの何？スイッチオン。出てきました。生成開始かと思いきやミスに気がつきました。壊す壊す。反転して設置。パイプ上につける。エネルギーパイプ再稼働。動き出したな。てかなんで上にパイプつけたの？それは金オイルは空気よりも軽いから。もうそれだとガスの方が正しいんじゃない？正解。ガスやないかい。正しくは気体燃料だけど、わかりやすく金オイルでいきます。じゃ結局は液体じゃない。タネネタギか。チッチッチ。そんなバカな話はノー。霊夢はバカだからイエス。まあまあ最後に液体という証拠を見せてやるから。この謎に勝ち誇った顔は何？はい、というわけでなんとか完成しました。だいぶ工場らしくなったな。ごちゃごちゃしてて汚い。それほど悪口じゃん。整頓苦手な霊夢だから。トン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 。火の手燃料できたから次回は倉庫か。クアーリーまでの道は長い。ということで最後に原油と金オイルの特徴を紹介。そんな目立つ特徴なんてあるのか。なかったらお前餅つきの薄な。それ言って帰らないやつと。ということでまずは原油。ザバー。見ての通り広がりが遅くかつ足を取られます。じゃ原油の中落ちたら出れないじゃん。だからさっきめちゃ苦戦したんだよ。母おもれ。次は金オイル。このよう
になります。おーすげーな。じゃあお前決めな。なんでだよ。いや、さっきよりマシか。霊夢騙されるな。では出します。3、2、3、1、4、1、ダバー。おー、そうなるんだ。マリサ。これはどう見ても液体だろうが。なんでそうなるんだよ。根拠がないよ根拠が。証拠はあるだろう。上に登ってってんだよ。いや根拠だよ。身についとるんか。根拠はマイクラだからだよ。こういうことだ。前回のあらさがし、あらすじじゃなくて、前回の米返しで霊夢行くにしともに処刑されてデリシャスハッピー、うまくもないハッピーでもねえだろ。霊夢が暴れる、いつもだな。戦闘機が暴れる、これはバグ、鉄が加入、確定ですか。そこの話は。あ、どうも、動画外で死にました。自己紹介してください。フラメンコ。どうでもいいけど前回は燃料工場作りましたね。一番どうでもよくないのよ。ということで今回もクアリー計画略して Q、やっていきます。略しすぎて質問みたいになっとる。とその前にこれ見てよ。なんだお前の顔なんか見たくないぞ。ここここ。無限がついてるだと。実は12も円ランクができるんで。無限ってことはなんだ。打ち放題ってか。打ち放題でその画像出すのやめてトラウマだから。じゃもう弾薬不足は解決だね。そういうこと。つまり動画外で死んだせいでエンチャントができないということか。すみませんでした。ということで気を取り直して前回に引き続きクアーリー計画をやっていくわけなんですが、前回はクアーリーを動かすための燃料工場を作ったわけだ。で、確か次のステップは倉庫だったよな。その通りだ。マリオカートくん、引き殺すぞ。なので今回はクアーリーで取れたアイテムを保管する倉庫を作っていきます。これがこうなりました。全カットなの。ということで倉庫完成したので今回はここまで。待て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 、おしまいだよ。んなわけねえだろ。ゾウリムシにすんぞ。シンプルに。いや、ゾウリムシにはなりたくないので終わりません。見た目完全に倉庫やん。そりゃ倉庫だもん。内装は内装。チェスト置き終わりました。こんだけあれば困らないだろうな。あとは前説明した通りパイプを使って自動でアイテムをしまってくれる機構を作るよ。めんどくさいけど本音が漏れてますよ。まあゾウリムシになるよりマシだから。結構嫌がってて草。ということで配管作業する前に今回使うパイプを軽く解説。まずは粘土パイプ。めちゃ形崩れそう。粘土パイプは挿入パイプといってアイテムを分配してくれるよ。基本上から配分してってくれて、上がいっぱいになったら下に送るって感じ。それはいいんだが、なんか詰まってないか。反復横飛びしてるじゃん。これはこういうやつです。主要なんだ。お次はダイヤパイプ。これは指定したアイテムを決まった方向に流してくれるよ。分別してくれるってことか。色別にアイテムを指定できてその方向に流す感じ。でこれは分配パイプ。これは指定した方向に5つアイテムを分配するか決めれるパイプ。例えば赤黄色が1、青が2、それ以外は0で設定すると、とこのように分配してくれます。ちなみに必要ない箇所例に設定しないと逆流したりするので注意ね。で最後に黒曜石パイプ。吸い込みます。ホッパーに似てるな。それでこれらを使って配管しようとしたら粘土がありませんでした。じゃ取りに行けよ。行きたくない。え、死んだ場所に行きたくないんだよ。お前粘土取り行って死んだんか。そうだよ、今回の倉庫ほぼレンガ作りだからね。なんか切れてる。粘土取り行って粘土。いやあ、ははははははは。大丈夫か。とまああそこには粘土はあるけどゲリラ基地もあるんだよね。あ、ゲリラいたのね。なので粘土回収ついでにあそこのゲリラ基地を崩します。状況不安定か。じゃ作戦会議する。あ、今回はそんな堅苦しいことなしで。粘土うっさいのな。てか何このいかにもゲーミング PC みたいなやつは。これはですね、電源をつけてみると、というようなことはなく普通に兵器作るやつです。だろうな。なんか作るの？質問ですね。気持ち悪い。生理的に無理。今回は FA-18 戦闘機を作ります。 FA-18 戦闘攻撃機、ボーイング社が開発した第 4.5 世代ジェット戦闘機で、相性はスーパーホーネット。武装は 22mm バルカン砲、空対空ミサイル通称 AM が6発搭載されている。また武装変更で空対地ミサイル AGM、 空対艦ミサイル ASM のほか爆撃用に無人道爆弾も搭載できる。我が国でライセンス生産ができる機体の中でなかなかの優秀さであり、その分コストも膨大である。ということで粘土取り行きます。それだけのためにわざわざ戦闘機作ったのかよ。ふう、マリサはほんとマリサだな。当たり前だろ。粘土まで2000ブロックも離れてるんだよ。だから戦闘機の方が早く行けるでしょ。それはいいんだけど、どこに着陸するの？あー、え、不時着水すればいいんだよ。着陸のこと考えてなかったのか。その角度は墜落だろ。止まれー。止まってるよ。さ、作戦通り。やっぱ次回の作戦リーダーは霊夢以外にしようぜ。賛成。ごめんて。終身の術。な術なるとにはねえよ。おはようございます。敵地の横で寝るなよ。よくねえよ。待って、あれって初日の出じゃん。お前元旦って知ってる？はい、というわけで到着しました。私のお墓です。掘り返そうぜ。そんなことしないで。そうそう、あれ見てよ。おー、あれが霊の敵地か。あそこにある油断砲でやられたのよ。ふむふむ、あれで確定させられたのか。やさましいわ。とりあえずまたやられる前に粘土回収してさっさと帰ろうぜ。まあ今回は我慢するか。やっぱ我慢できない。全滅させるわ。早くね。まあそうなると思った。もうちゃちゃっと終わらせるわよ。こちら霊夢、これより施設内へ潜入する。了解。今回はなるべく時間をかけずに制圧するぞ。だじゃあ前回同様、フランは無線にて補佐だ。まずここ旧砲台について調べてくれ。あいよ、マジ作戦リーダーあんたの方が向いてるわ。私は霊夢の代わりにやってるんだからな。ごめんちゃい。
ってか敵全然いないわね。まあもう使われてない砲台だからな。調べがついたぞ。そこは冷戦時にソ連が建設した砲台だ。だが使われることなく冷戦終結。その後ゲリラの手に渡ったらしい。なるほど。じゃ簡単に制圧できそうね。違うぞ。ゲリラにとってここはまだ現役だ。ここの本命は地下だ。地下に奴らの生活スペースがある。じゃここは砲台ではなく隠れ家みたいな場所か。霊夢、地下に向かってくれ。はいはい。ってTGロかよ、攻めづらいな。うわ、霊夢引け引け一旦引け。こいつアップね。あんま無理すんな。奴ら結構好戦的だわ。あまり油断するなよ。暗いと怖いから明かりをね。銃ぶっ放してる奴がいるセリフかよ。ちょちょちょ、身を隠せ。ギギギギギギギ、危ねえ。登ってくるか。いや、よし、危なかったな。この感じ侵入したのバレてるで、早めに終わらすか。霊夢は戦闘員に向いてるな。霊夢もいいしね。嬉しいけど本当はリーダー。左よし、右よし、クリア、クリア。マジ急に飛び出してくるのはやめてほしいわ。霊夢右だ、クリア。うま、うま。さすが引きこもって FPS やってるだけあるわ。株上げてんだか下げてんだかどっちかにしろよ。そこはなんだ、独房、みたいだね。結構散乱してるな。微妙。あんまりもたもたするなよ。さあせん、じゃさっさと次行きますか。この部屋出るタイミング怖いな。次はこの部屋。いた。ふう、なんで身を隠して撃たないんだよ。めんどくさい。ほえ。クリア、いいのはエイムだけか。悲しい。この通路施設を一周してるな。悪い方向音痴にはわからん。たく仕方ねえな、ほら。ゴミ渡してくんなよ。いや最強マップですよ。だとしたら最低マップの間違いだろ。でもこれがあったから迷わなかったんだけど。わかった、もう触れないでおくよ。なんで？もう全部探索しきったみたい。そこの塞がれてるの気になるよな。そうそう、私も思ってた。お宝眠ってたり、いっぱい武器があったりしない。おー、ヘロー、イエー！わー、そっちじゃねえよ、こっちこっち。ルフンスク武人、水族。あぶーなー。いやなんであんなとこに戦車があるんだよ、死にかけたわ。今ので心臓4等分なったわ。いやそれアウト。はい、というわけで無事制圧できました。無事ではないがな。あんなとこにいるなんて想像つかねよ。まあ終わりよければ全てよ。唯一知ってることはザ言ってるのにカットすんなよ。ああ唯一なんだ。はい、というわけで帰ってきました。しれっとオーバーランするな。オーバーランするスペースすらないからね。めちゃくちゃだよ。いつか改良します。おはようでやんす。お前そんなキャラじゃないだろ。ちょっと外が騒がしいね。夜遅かったから結構湧いちまったな。じゃ軽く掃除しますか。あちちちちちち。よし。あれ待って、なんで？お分かりいただけただろうか。ゲリラを倒したと思いきや後ろからもう一人寝違いで出てきていたのだ。あれ待って、なんで？やばいやばいやばい、ハイストップ。うわせこいぞ。いやちょっと待ってよ、なんか後ろからもう一人生えてきたよね。のっと、あとねチラッと見えたんだけど、あれ何？バケモンいるやん。終わったな。どうするか、ハートにしかないから、ここでピースフルにしても間に合わないだろうし、このまま行ってもやられてかつ家まで壊されるかもしれないし、あ、なんならここカットしてなかったことにしようかな。カットはしないので、霊夢あとは任せた。ドアー、逆に。はぁ、仕方ない、ここは腹くくって一挙やるか。まずは適当に使えそうな武器を。ここはパンツァーファウストかな。パンツァーファウスト、二次大戦時にドイツで使われていた対戦車用敵弾発射機である。弾種は 76mm ロケット弾、威力は50と絶大である。がしかし RPG と違い大きく放物線を描いて飛ぶため、遠距離での扱いには技量が必要とされる。今回はやけに真面目だな。家壊されたらさすがに萎えるからね。まあ確かにな。さすがに道の敵だから油断はできん。壁越しで攻撃されたんですけど、私でもさすがにビビったわ。エコは、こうなったらこの作戦を使うか。ほい、背後を取りました。おお、これは結構怒ってますね。くらえ。そして一旦引いてリロード。霊夢が引くことを覚えただと。そこに驚くんじゃねえ。おら、あれ倒れたよ。やったか、動かないな。ただダウンしただけとか。ロガキだった。おはよう、そしてさようなら。サイコパスやん。別に敵だからいいだろ。また寝たぞ。でもパンツァーファウストで一発ダウンだから、あとはこうです。あまり霊夢を怒らせないようにしよう。はい、というわけで無事配管作業終わりました。これでやっと倉庫完成ってことか。粘土トリークだけでどんだけ遠回りしたんだよって感じだね。本当にそう。では次回は球の最後、クアーリーを動かしていこうかな。あのヤクスと球だけはやめて。マジクエスチョンだから、せめて球計画とかにしてもろて。てか早くアイテム流れてくの見ようよ。残念、それは次回です。その言い方なんかムカつくな。では次回ラストの球でお会いしましょう。だからラストのクエスチョンやめろって。